皆さんおはようございます。和道です。2018年の3月の1日朝の10時15分です。よろしくお願いします。皆さん先月2018年の2月ありがとうございました。皆さん、のおかげさまでですね、マンスリーランキングって言ってポイントがね、ポイントっていうのは、アイテム投げた数なんですけど、ポイントでね、このような結果になりました。上から、月間ですね、マンスリー。これは配信者のポイント、ふわっちで、月間、今僕はですね、ここですね、42位になりました。100万ポイント超えました。本当にありがとうございます。超嬉しかったです。こんだけね、大手配信者が、たくさん集まってる中で、42位になれたっていうのは本当に皆さんがたくさんアイテム投げてくれたからなので、本当に嬉しかったっすね。ちょっと今月ねどうなるかわからないですけど、頑張っていくのでよろしくお願いします。おはようございます。おはよう。暑いな。ダメだこれダメだ。暑い。やっぱ服苦手だわ。はいどうも、皆さんおはようございます。俺はなんかそういうのダサいな。なんかじゃあオカリナさんがさ、こう叩いたらさ、オカリナさんが叩かれたら嫌でしょ。俺は鮫島さんのそういうところ、もし本当に言ってたならだよ、本当に鮫島さんがミュウツーをノリコ叩けって言ってたなら、俺はあんまりいい気分はしないね。はい、ワード2。おはよう。今日もよろしく。でもなんかネガティブキャンペーンがさ、ふわっちのネガティブキャンペーンが始まってて、なんか離脱しそうな、いや昨日ね、鮫島さんが他のサイトに行くとか行かないとか、あと俺はこれからね離脱する人出てくると思うんだよ。例えばもともとツイキャスやってる人が、例えばさ関慎吾さんとか見ないでしょ。ニコ生に戻ったり DMM コミューンに行ったりとかしてるでしょ。最近見ない人多いでしょ。で、もともとツイキャスでやってた人は、新しくサービスが始まってクラウドファンディング、8割こう収入が取れる、収入っていうか企画に対して投げ銭8割もらえるクラウドファンディングが始まった。俺ね結構キャス勢はがっつりキャスに戻ると思うんだよね。ネルさんはもうやってなくない？ふわっちやってるイメージがないけど、もうとっくに離脱してると思うけどね。そうそう、要はキャスが投げ銭始まるし、ニコ生も始まるし、俺はフルスに帰ると思うよ。で俺は残るっていうのをツイッターで表明したんでね、ここのサイトの運営さんを、信じてますよ僕。ネルさん頑張ってるね。はい、ワード2。どうだろうね。最初の月はスタートダッシュいい感じになりそうだけど、俺はね、キャスの人って投げ銭に慣れてないから、生活費に使うなとか、なんだかんだとかで、あのシステムだと揉めそうな気がするね。揉めそうな気がする。わかんないけど、俺はツイキャスが今月から、新しいサービスを始めたんですよ。これちょっと告知をすると、3月、ふわっちがどういう対抗策をしてきたかっていうと、これですね。バイバイキャンペーンって言って、デイリーランキングとかマンスリーランキングの報奨金を倍にしたんですよ。例えばマンスリーランキング、僕の場合41位だったのが500円もらえるのが1000円とか、あと、デイリーランキング9位に2回なった、7位とか9位とかあるんだけど、そしたら1000円2回もらえるとかさ、こういう
これはでもどうなんだろうな。これあんまりふわっちからするとあんまり微妙、俺は微妙かなと思ってるけど、人がどれくらい稼げてんのかわかんないけど、ツイキャスの人はどう、何をどうやって生計を立ててんのはよくわかんないかな。ああ、ヒカルくんも引退するんだ。ほうほうほう、ヒカルくんも引退か、ふわっち。まあまあ増えると思うよ。でもね、俺はね逆にチャンスだと思うの。ふわっちがねちょっと荒れすぎてたっていうか、運営さんもついていけてない部分とかあったりとか、配信者に振り回されてて、その運営さんが正しいジャッジメントできなかったから、いい機会だと思うんだよね。これは3割はでかいよね、正直ね。直振り、直振りはね、俺はねやってもらったことがあるけど、直振りは問題が多すぎるんだよ。直振りはねやっぱり良くないとは思うけどね。どっかの会社がね介入してくれるのが一番いいと思ってるね。50% 還元でも別にきつくはないと思うよ。こんだけ売り上げがあるんだったら、もう利率上げちゃえばよかったんだよ。いや、これから出てくるだろうなと思ったの。俺、ヒカルさんとネルさんが辞めるって明言してないでしょ。俺の口から言ってないじゃん。これから増えると思うよって、一回そのフワッチから抜ける人は増えると思うよっていう。ああ、まあやるだろうね。花火対決みたいな感じで、どちらの支援達成が早いか勝負ってね、クラウドファンディング勝負とかやる人出てくるだろうね。いや、俺はねこのままフワッチ終わらないと思ってるね。むしろ俺みたいな配信者、フワッチ好きな配信者にはチャンスで、なんだろう、ふわっちの原住民はやりやすくなると思うよ。もともとふわっちやってた人は。で、ふわっちの方が稼げるじゃんってなると思う。なんでかっていうと、キャスって年齢層低いからお金持ってないんだ。いや、会社経営者やってたからわかるよ。50% 客に取られてきついってならないでしょ。ツイキャスは無料でやってんだから。俺がもしふわっちの運営だったら、稼いでる時にもう還元率上げてたね。そうそう、もともとふわっちにいた人っていうのはお金持ってる人とか余裕のある人たちが居心地いい場所だったから。普通の大人より金持ってるか、子供が。そんなことある？あらかなってきた。のんちゃん、あ、いいや。労働意欲なくすわ。配信者税金も払わず。なんでそういうふうに決めつけるのかよくわかんないかな。企業はツイキャス、投げ銭はふわっち。って感じになるだけでしょ。企画はツイキャス、投げ銭はふわっちになる。どうなんだろうね。ちょっとまだ先のことは分かんないかな。まあ淡々と様子を見ようと俺は思ってる。トツ OK ですよ。どうぞ。僕は家で雑談やってる時、トツ OK です。まあ5分ぐらいにしてもらいたいけどね。ダラ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 やる人いるけど、要件がない人はちょっとお断りします。すぐ切りますけど。ああ、まあまあ掛け持つ人も多いだろうね。即効性があるから、ふわっちの一番いいところは即現金に変えられるっていうところがでかいと思ってる。フワッチが存続していくポジションが見えない。俺は見えてるけど、そんなに急激にダメになるとは思ってないけど、むしろ今回のことはフワッチにとってすごく良くなると思ってて、っていうかね、配信者が得してんだよ。運営同士が競ってるから、独占市場が崩れたから、競い合うから、要はリリースとかサービスとか向上しないとって運営さんがあぐらかけなくなったから、俺らにとってはすごくいいことなんだよ。あとはどこに山張るかでしょ。俺らは
バーガーありがとう。企画に投げる方がいいからキャスに戻る。ああ、本当に？まあまあいいんじゃないの？それは自由で。いいんじゃない？ツイキャスで、キーストっていうサービスだっけ？キートスか。キートスやってる間にふわっち配信すればいいだけ。同時配信はダメになるんじゃないかな？どうなんだろうね。50%っていうか、実質 60% ぐらいはあるよ。リスナーのこと考えた判断だね。リスナーのこと考えてるから俺は移動しないっつった。要はね、俺がね、ふわっちをやらないと、見るもんがなくなる人が増えると思う、今後。俺とドルさんはね、ラッキーだと思うよ。俺とドルさんはラッキーだと思う。まあ俺はふわっちメインだから、ふわっち以外配信するつもりないし、今のところは。っていうかね、運営がすぐあぐらかくのよ、ツイキャスとかニコ生って。俺嫌いなんだよ。嫌いなの。39号さんありがとうね。ああ、それはね、いいなと思った。要はオフライン中にも投げ銭ができるの。これはね、ぜひとも採用してもらいたい。ふわっちの運営さんにこれ絶対やってもらいたい。タイムシフトにも花火投げられるとか、どうにかして。そう、もったいないよ、もったいないよ。いやね、好きな人がタイムシフトでね、花火投げてもいいじゃん。そう思わない？これはもったいない。やるべき、絶対。だってさ、好きな人からしたらさ、時間見逃しても見てるわけだからさ、投げたい時に投げると思うんだよね。最高月収はダメだったね。達成できなかったね。でもまあ、2位ですね。2位。2位です。金の話なんか一つもしてないですよ、僕。ちゃんと話聞いてください。タイムシフト配信者にメリットあるの？ないよ。ない。ご想像にお任せします。2位でいくら公開しろよ。なんで俺の収入をみんなに公開しなきゃいけないのか、俺はよくわかんねえな。俺はみんなの収入聞かないから、俺も答えなくていいんじゃないかな。ふわっちでね、なんとか生活させていただいてもう1年ぐらい経つのかな。俺はキャスはレベル、配信者のレベルそんな高いと思ってないけど、今まあ配信自体がレベル高いと思ったことなんかないし。天気いいな今日は。ありがとう50号さん、景気いいっすね。ハート花火ありがとう。よろしくお願いします、50号さん。ありがとうございます。一発目、今月一発目。ありがとうございます。よろしくです。ドルさんの2月のマンスリー圏外の問題は、俺はね、人気と直結しなくて、してないと俺は考えてる。何が原因かっていうと、まあ、ラジオ配信が多すぎるっていうのと、体調、声が悪いから何言ってるか分かんない。雑談配信者からすると致命傷なんだって、これ。単純にその辺の問題だと思うよ。単純にただその辺の問題だと思う。人気はあんじゃないの？閲覧500ぐらいあんだから。おはようございます。ドルさん裏で金引いてるかどうか分かんないよ。それは知らないよ。BGM ないときつい。 BGM はドルさんもともと入れてないでしょ。俺にね、コメント、コメント読んでもらうようなサイトじゃないからね、もともと。
それさ、178人が見てるっていう感覚を持ってもらいたいのよ。みんなには俺にコメント読み上げてもらいたいっつってさ、128人とか200人近くいるわけでしょ。普通の中学校の一学年ぐらいいるわけだよ。それでさ、一人一人と向き合ってくれってそういう場所じゃないから、もうどうしても言いたいこととか聞きたいことあるんだったら、なんで電話かけてこないのかよくわかんないのよ。要は俺はコメント全部見てるわけですよ。読み上げる必要はないじゃん。読み上げる必要ないじゃん。ってことは、まあ俺が読みたくなるような、拾いたくなるような話題提供ができてないってことでしょ。そういうことなんじゃないの。違う？コメント拾うのうまいかどうかっていうのは、まあまあそれはセンスなんじゃないの、配信者のやり方だから。読んでもらえないの普通だよね、ニコ生の時は。まあニコ生出身だからどうしてもそっちに慣れちゃってるんだけど、仮想生主なんかさ 4,5 人しかいないからみんな読んでくれるよ。そうじゃないの、仮想生主の応援した方がいいんじゃないの。絶対コメント読んでくれるよ。花火もう上がんないかな、どうなんだろう。米拾いはセンスだね、配信者の。俺に読んでもらいたいってこと？コメントを。じゃあコメントスキル磨くしかないでしょ。もしくはトツかけてくるしかないよ。まあ読まない人結構多いよ。俺はコメントなんて読んでも意味ないと思ってるけどね。今日の予定未定だね。今日の予定は未定。よくわかんない。っていうか、なんで俺にコメント読んでもらいたいっていう心理がわかんないね。コメント読まれないのが普通じゃない？この時間帯はね、主婦生ポー、主婦生ポー、あとなんだろうな、経営者かな、ごく一部のお金にゆとりのある人。昼間、平日の昼間はそんな感じだね。まあ、株主だったり、社長だったり、オーナーだったり。まあまあまあそんな感じの人ばっかりでしょう。いいんだけどね、昼間は主婦に愛されてるから俺は。喫煙しなければ米全部拾う。いやそんなことないよ、そんなことないよ。ちょっとコメント読んでもらえて嬉しいって心理は俺わかんねえんだよな自分で。まあお金にゆとりがあるんだったらいいんじゃないの、ニートでも。俺は全然ニート肯定派だから。だってニートが働くってことはさ、貧乏な人の職を奪うってことでもあるから、ニートがいた方がいいと思うんだけどね。あー仕事中にね、営業の人とかはできるかや、あと FX とか株とかのトレーダーの人はできるよね。ラジオ代わりにね、ありがたいですね。あとね、トラックの運転手の人とか聞いてくれてるみたい。目寄ってるよ、寄り目だよ生まれつき。そうそうそう、ラジオ代わりに聞いてる人がいる。あ、いいね、家賃収入を持ってて昼間暇だからバーでバイトしてんだ。あ、いい生活だな、羨ましいな。いい生活ですね。日本は家賃収入硬いからね。いいね。いいよね、羨ましいよね、家賃収入ね、不労所得いいよね。ラジオ代わりになるって言ってもね、最近ね、自分から語ることっていうのが少なくなってきてるから、ちょっとバランス悪くなってきたから、またトークの構成を考えないとなとは思ってるんだよね。コメントに対する返しもちょっと下手になってるから、
その辺はね、ちょっと修正を、まあ、かけていきながら、まあ、リスナーさんがどういうものを求めてるのかっていうのを一番大事にしながらやってるから、まあ、リスナーさんがね、あ、こういうスタイルだと受けるんだとか、あ、こういうスタイル求められてんだなっていうのを手探りしながらちょっと改良していこうとは思ってるかな。やっぱりリスナーさんありきだからね。ふわっちやめないよ。中学生が学校行ってなかったら中学生じゃないでしょ。ただの引きこもりでしょ。あ、ツイキャスはノックス対応してるんだ。まあまあ、ふわっちで閲覧水増しできたノックス、まあエミュレーターなんだけど、ってことはできるよね。メガホンありがとう。花火ありがとう。おはようございます。ワード2。メガホンと花火ありがとうございます。ありがとう。あ、おはよう。ありがとうね。はい。ハートプレゼントありがとうございます。ありがとう。ペコ元気だよ。ペコ元気。ペコも坂も元気よ。ありがとう。50号さん、風船ありがとう。あ、香川さん、まあまあ試すだろうね。さすがに 80% っていうのはでかいから。うん。まあ試してみたくなるだろうね。ありがとうございます、50号さん。花火ありがとう。すごい、50号さんありがとう。あ、3月、いい出だしですね。ありがとう、みんな。ありがとう。嬉しいな。ありがとう。以前は花火あげたけど、今は絶対にあげない。あ、そうなんだ。うん、なんかあった？おはようございます。首をつってしないひどいよね。84号さん、パフェありがとうございます。マンスリー42位だった？マンスリー41位じゃなかった？42位？ちょっと確認しようか。マンスリー42位か。あ、ごめん、間違えた。42位でした。100万ポイントオーバーで42位でした。ごめんなさい、訂正します。42位です、正しくは。すいません。いや、別に閲覧俺の方は変化してないからな。200ずっと安定だからな。これはソファーじゃないよ、ベッドで寝てるよ。ユカチは2週間版だってね。ツイキャスはね、クラウドファンディングだね。クラウドファンディング。ノレさんはね、体調悪い時はラジオ放送にするんだ。ベッドに寝っ転がって配信してるからでしょ。だから寝落ちしちゃうのよ。はい、ワード2。90号さんいらっしゃい。ゴロゴロしながら配信やってる時はラジオ配信の。そうだね、キツネが多いですね、僕は。このポイント、あ、この100万のうちのいくらもらえるかっていうのは人によるとしか言えない。これは人による。ねえ、無理しないでほしいよね。ありがとう。キツネ枠怖い？大丈夫だよ、好きに書いてね。バガー20個ありがとう。怖くないよ、全然。好きに書いていいんだよ、自由に。ありがとう、バーガー20個も。楽しんでって。いや、最終的にどうなったっていう。俺はユカチー信じるって言われたから、ユカチーのあのガチ囲いの人でしょ。バカ恋でしょ。あんな何言っても聞かないよ。最初から最後まで言い分変わんなかったよ。俺はツイキャス行かない。俺はふわっち居残り組。
俺はね、ツイキャスで散々嫌な思いしたし、あそこの運営大っ嫌いなんだよね。だからツイキャスはやらないね。よっさんが和道に負けてるってショック受けてたぞ、マンスリー。そりゃそうでしょう。雑談一生懸命やってる人とさ、家で酒飲んでさ、なんつうの、なんでもなくて人の悪口ばっかり言ってる人、どっちを応援したくなるよ。普通に考えて一生懸命雑談やってる人のことを応援するに決まってない？俺普通に、なんだろう。ほら、もともと49位だったの、昨日のうちで。でも不正ランキングで、不正やってた人はランキング下がったから、42位っていう評価は、俺は普通は正しい評価だと思うよ。そう思わない？家でさ、寝っ転がってさ、酒かっくらって人の悪口言ってる配信者ってさ、一生懸命自分のトークをしてる配信者、どっちを応援すると思うって言ったらさ、それはさ、普通じゃん。実際だから予算よりも収入多かったっていうのは別に、ね、結果なんだから。そこは受け入れないと。そうなんだよね。クラウドファンディング、どうなんだろうね。税金対策が難しいから、YouTube はやめたんだけどね、そのやり方。難しいよね、税金対策。どういう風になるんだろう。あのスキームがよくわかんないな。ありがとう、ハートありがとう。ありがとうございます。運営さんね、すごいよ。対応素晴らしいですよ。だから俺、ふわっち好きなので。結局ね、サービスは人が作るものだよ。だから、俺は人で選びたいのね。俺はふわっちさんの運営さんが好きなの。アイラのマンスリー1位って、アイラはずっと1位じゃん。怪しくないでしょ。アイラは力あるよ。そうそう、最後はっていうか、俺は最初から人を誰とやるのかって決めてるから、俺はふわっちさんの運営さんが好きなのね。だからここのサイトがより良くなることを信じるだけ。ねえ、悪口とか嘘は嫌われるからダメだよね。100万いったね。ありがとう、応援ありがとう。74号さん、バーガーありがとう。ありがとうございます。俺の年収は別に放送で言うことじゃないからな。ご想像にお任せしますよ。好きにご想像してください。任せる任せる。だってさ、一般社会に出てさ、収入いくらですか、年収いくらですかなんて話、俺、日常会話でしないと思うけどな。まあ、分かんないよ。金梅さんより稼いでるとかどうとか、そういうのは分からんけど。配信イコール雑談っていうのは人それぞれだと思うけどね。俺は一応、自分は雑談の畑でやってると、自分では思ってる。家も引っ越さないと。いや、俺この家しばらく、もう更新したからしばらくここで頑張るよ。金貯めようかなと思ってて。そうだね、長時間。やっぱ才能がない人は誰よりも時間を使わないといけないっていうのが俺の考え方だから、起きてる時間なるべく使いたいんですよ。ありがとう。74号さん、バーガー5個ありがとう。キツネちゃん、ハート10個ありがとう。ありがとうございます。ああ、よかった。3月も投げてもらえて嬉しいよ。ありがとう、みんな。いや、3月ダメになるかなと思ったんだけど、すげえ嬉しいわ。本当にありがとう。3月も頑張るね。特に今月勝負だよ。要は、拝金主義の配信者がいなくなるからさ。俺はここも一般社会だと思うけどね。堅苦しい？俺は別にリラックスして話してるけど。肩の力抜きなよ。いいんだよ、緊張しなくて。あいはどっち？今月はね、そう、ランキングが倍になるんじゃなくて、ランキングを取った時にもらえるポイントが倍になる。あいはどっち？
知らない。テルの年収いくらぐらいか。上から目線で話してないよ、俺は。俺上とか下とか嫌いなんだよ。人間に上も下もないと思うよ。なんだろうね、フラットにすげえ話してるつもりなんだけど。俺働いてるよ。今月30以内いけるかな。ねえ、行ったらいいよね。10以内とか入ってみてえな。あ、そうだね。多分みんなが俺のことね、下から見るから上から目線に見えるんだろうね。俺のこと見上げてんだろうな、リスナーさんが。見上げなくていい、同じ目線で話そうよ。コンプレックス感じる必要ないよ。下から見上げる必要ないよ、俺のこと。配信が仕事？うん、俺は配信が仕事の一つだね。まあ仕事っつうか、まあなんだろう、俺自分がやること全部仕事だと思ってるけど。なんかね、優秀なプログラマーの人とか一人ぐらい雇ってもいいんじゃないかなと思うけどね。システムがね、もうちょっと強化、サーバー強化したりとかシステム強化するのはいいと思うけど。水増しは今ないだろうね。正当な閲覧だと思うよ。今日はもう水増しないと思う。昨日の夜中ぐらいから水増しなかったから、これからちゃんとした人が評価される時代が来るよ。不正行為ができなくなるから。要は今まで何があった？閲覧水増し、メガホン水増しで不正アクセスみたいな3つあったのか。だけどメガホンも対策打ったし、なんだっけ、閲覧も水増しできなくなったから、これが正当な評価でしょ。250人人が見てくれてるって。まあ運営俺8人ぐらいじゃないかなと思うけどね。大体ベンチャーで親会社っつうか、もともとやってた会社っていうのが40人体制だったの、確か。で分社化したから、要はその会社の中のグループで計算したら、まあ多くて8人ぐらいでやってんじゃねえかなとは思うけどね。コメント読んでるよ。コメント見てる見てる。いやー、250人見てもらったらすごくない？俺人生の中で、まあバンドやってたりとか、表現いろいろ、いろんな表現活動、アーティストとして活動してたけど、まあ毎日毎日200人って、まあね、小さい小箱のライブハウスの常に満席、まあトークイベントでも200人毎日満席で12時間常に満席って、まあ悪くないと思うけどね。一人のただのペラだけでやってるわけだから、まあ悪くないと思うよ。はい、ワードつ、でね、みんなさ、2チャンネルのスレッドで伝説の92っていうさ、あのスレッド知ってる？俺さ、もう昨日夜中に見つけちゃってさ、うわ、腹抱えて笑ったんだけど、知ってる？みんな。伝説の92っていうあのスレッド。多分ね、古い2チャンネラーだったら知ってると、そう、伝説の92って。めっちゃくちゃ笑った。要はネット、そう、クゾンナの話知ってる人いるんだ。爆笑するよね、あれ。あ、知ってる人いるんだ、よかったよかった。これね、もうね、俺人生で2チャンネルの中で一番笑ったかもしれない。知ってる？いや、昨日なんか違うの、俺はネットの中のなんか都市伝説みたいなことを調べたくて、ネット伝説って調べたの。そしたらネット伝説って調べたら、そのネット界にいる伝説のバカっていう
スレッドが出てきて、トップに20人いやネット界に現れた伝説の20人トップって厳選したスレッドをたまたま見つけて、まあどうせくだらねえんだろうなと思って、1個目がその伝説の92ってやつだったので、92っていうのは結婚してる女の人なのよ。でそのあの貴女いたっていうの、その結婚してる既婚の女の人貴女っていうんだけど、そこで書き込みをするんだけど、なんて言えばいいんだよ、もうすっげえ頭悪いの、とんでもなく頭悪くて、それが文章から伝わってくるんだけど、まず最初に何を言うかっていうと、あのすいませんって、慰謝料っていうのは差額で減らされるんですかっていうのよ。何言ってんのこいつみたいになって、慰謝料で差額が減らされるって何って、あ離婚のことですって言って、あの浮気問題があって離婚するんですけど慰謝料は減額されますかっていうのよ。で何言ってんの何言ってんのって言って、その周りがバックアップして掘り下げていくのよ。その日ずっと続いていくんだけど、でえって、え何を言ってんのって、ごめんなさいって、私バカなんです、離婚の慰謝料と浮気の慰謝料はどっちがどっちを差し引いてもらえるんですかって言って、いやいやあれだよって、あの裁判で負けた方が払うんだよって、ああそうですか安心しました、差額はされないんで減額はされないんですねってなって、でえって浮気されたのって聞いたら、違うんです、浮気したの私なんですって言って、えちょっと待ってみたいな、みんなが、え君浮気したのは君なんだよね、はいって、で慰謝料がもらえると思ってるのって、はいって、生活費あの離婚したら生活を続けていくの、私働いてないんで旦那さんからお金もらわないと生きていかないといけないんですけど、離婚って言われたんですねって、だからあの生活費どうしようと思って、なんか減額されないか不安になったので書き込みましたっつって、本人が浮気をして浮気がバレて離婚だって騒いで、離婚したら慰謝料が必ず自分がもらえると思ってたのっていうところからストーリーが始まるのよ。めっちゃくちゃ面白いでしょ。でバカすぎるだろうみたいな、でみたいな、なんだろうみたいな、っていうことは離婚の慰謝料と浮気の慰謝料は別なんですねみたいになって、でみんなでそのそいつをなんつうの、まあ教えてあげてたの、離婚ってこういうことだよって。で本人はその日分かったのよ、あーなんだ私が払わないといけないんだって、えもしかしてそう電話出ろ、そうそうそう相手も払わないといけないんですかって、当たり前じゃんつって、で要はその本人にお前、要は女の人と浮気相手は旦那さんにお金を払わないといけないよってみんなに教えたのよ。でその日はそれで終わったんだけど、その日の夜に旦那が登場するので、その旦那さんがめちゃめちゃいい人で、皆さんすいませんでした、うちの嫁がなんか書いてしまってって、実はもう明日あの弁護士を呼んでやることになりましたつって、旦那さんはめちゃめちゃ良心的で、もう実はなもう浮気が結婚する前から浮気してて2年間のやつでね、でそのそのなんつうの、超いい人なんだけど悔しいっつって、でも絶対請求するって、女も離婚するし女ももうちゃんと賠償させるしって言って、その挨拶をしたの、要は嫁のアカウントで。でそれは終わったら次の日ですよ、次の日なんかちょっと待ってなんで私の ID があるのみたいなことを女の方が書き込んで、なんか裏切られた信じられないとか言って女が発狂すんので、今度の質問が面白くて、次の日の女の質問が、なんで私が払わないといけないの、浮気相手には私が旦那に慰謝料を払って旦那が慰謝料を浮気相手に払うんでしょ、なんで私が払うの意味わかんないとか言って、なんか発狂してんので、何みたいな、何言ってんのお前が悪いんだよ、もうみんな袋叩きなの、そう92っていうのがその女の小手半なんだけど、92を袋叩きすんのよ、お前浮気しといて何なんだよ、厚かましいよって、意味わかんない、なんで私証拠押さえられた、盗聴されたんだよ、盗聴だよ盗聴って、で何を盗聴だって言ってるかっていうと、自分の家に連れ込んでパコってたのその女は。だから旦那さんはもう浮気を疑ってるから自分の部屋で監視カメラ証拠を取るためにやってたのに、これを盗聴だって言い始めたのよ。でみんなが説明するのよ、盗聴っていうのは相手の敷地内とかでやると犯罪なんだけど、お前が悪いことをしてね、なんでお前が盗聴されたっていうの、お前が悪いんだよって言ってもいくら言っても聞かないのよ、
これ私も訴えたいみたいなこと言ってて、もう底抜けのバカなの。でしまいには女がなんか慰謝料が私が旦那に払って、で旦那がなぜか知んないけど相手の方にも払うって言ってる、なんかそう慰謝料もまた勘違いしてんので、なんか何言ってんのお前みたいな、お前が払うんだよ、で相手も払うんだよって、だから旦那が儲かるんだよって、二人分取れるんだよって言って、えそうなのみたいな。で盗聴のこともようやく理解してそのなんつうの、何、あ盗聴って悪くないんだって言ったら、じゃあもう頭きたって言って、何をその女始めるかっていうと、あの頭きたって逆切れをするのよ。でもそこが超ハイライトですげえ面白いんだけど、あのね、2チャンネルを監視するなんてひどい、2チャンネルのことに私書くなんて最低とか言い始めて切れるのよ。いやいやいや、ちょっと待てと、お前が2チャンネルで自分の身の上話をしたところから全部始まってるんだっつって、もう全員的状態の、もう一人その女がバカで底抜けで、でそいつ最高に面白いのが、何をやるかっていうと、旦那がそう2チャンネラーだっていうことを知って、このスレッド監視してるっていうことで、出てこい、ふざけるなって言って発狂コメントを書き始めるの。電話に出ろとか言って、もう最高に面白いよ。で他にもなんか、もうしょうがないです、財産は何とかして払います、仕方ないからお父さんのマンション売りますとか言って、もうクズっぷりが半端じゃないのよ。もうクズっぷりが半端じゃないの。これね、生主だったらもう大ブレイクしてたと思うよ、多分。なんだけど、あのね、でもね、まあっていう話なのよ、っていう話なの。もうできすぎてるぐらいのコントなんだよ、はっきり言って。もう最高のスレッド、伝説の92っていうスレッドな。いや、電車女とかいうレベルじゃないよ、これ漫画にしたらベストセラーだよ。でもね、俺ね、これね、生主だったらこんなことにならないと思ったの。俺シミュレーションしたのよ、多分なんだけど、そいつ可愛いんだよ。26歳なの。もう袋叩きで、文章で頭悪いから、そう、面白かったんだけど、これね、多分ね、こんな底抜けのバカと結婚するの多分可愛いんだよ。そんな感じしない？だからね、生放送でどうしようってやったら逆に囲われてたりしたと思ったから、なんかね、文章ベースじゃないと面白くなかったなっていう、なんかね、悲壮感っていう、なんつうんだろうな。文章だったからすごく面白いっていうのが絶対あるはずなの。そう。で、浮気男も浮気男で、その、旦那さんの方の今度スレッドがあるんだけど、旦那さんの方の実況はすごく面白いの。嫁の方はもうバカっぷり、もう質問をひたすらしてくんだけど、バカなの。で、その、浮気相手と、浮気相手の親と、彼女と彼女の親と、旦那さんと弁護士で全員で話すんだけど、その浮気相手の方は、何をずっと言うかっていうと、あの、二人の同意の上ですって。二人の同意の上ですってひたすら言ってたんだって。で、もうみんな爆笑するのよ。どんな質問をしても、二人は同意の上ですって言って、あの、なんでか知んないけど、その浮気相手の男の方は、わかんだっていうことをずっと主張するのよ。浮気問題で賠償金は払うけど、なぜか主張することは、あの、同意の上なんで、同意の上なんでってずっと言ってたっていう。でもコントでしょ、こんなの。いやー、面白いよね。めちゃくちゃだよ。ちょっと、あれはね、人生で一番面白かったスレッドかもしんない。いや、後で見た方がいいよ。え、なんなら今キャプってやる？今なんならキャプローか？もう腹抱えて笑うよ。あ、電車男ね。電車男はまあ読んだけど、あれはね、俺ね、超天才脚本家っていうか、あれはね、プロの匂いがするんだよ。あのね、構成力がすごすぎる。構成力が。だからね、伝説の92なんだけど、見る？みんなで見る？いや、本当に面白かったよ、伝説の92。ちょっと待ってね。こんなにね、腹抱えて笑ったのは初めてかもしんない。ちょっと待ってね、確認するわ。
じゃあ、行くよ。じゃあ、みんなに紹介するね。行くよ。行くよ、みんな。OK？ ここからスタートね。92。相談です。26歳、既婚女性です。浮気が理由で離婚の場合、慰謝料と生活費は減りますか？ こっから才能を感じない。こっからもうすでに俺は才能を感じるの。相談です。26歳、既婚女性です。浮気が理由での離婚の場合、慰謝料と生活費は減りますか？ もうこっから面白いじゃん。で、プリっていうのは不倫のことなんだけど、専門用語ね。詳しく書けるほどの賢さがないからプリなんだよ。要は、不倫だよっていうふうに言い当てた人がいるの、ここに。そう。で、あんたが浮気ならあんたが払うんだよって。旦那が浮気したら旦那が払うんだよ。減りますかってなんやねんって、もうツッコミ受けてんの。で、すいません、私の浮気がバレました。で、ここ強いよね。それはいいんですけど、離婚の時の慰謝料と生活費が減らされるのかどうか知りたかったんです。できれば再婚までの相手には迷惑かけたくないと。ここがパンチラインなんだ、こいつの。こいつね、すごい強いの。すいません、私の浮気がバレました。それはいいんですが、離婚の時の慰謝料と生活費が減らされるのかどうか知りたかった。できれば再婚まで相手には迷惑かけたくないって。で、まあ、釣りだと、これは。で、わけわかんないって。相手の浮気が理由なら、慰謝料が増えるこそすれ減るわけないし、お前の浮気が理由なら、そもそも慰謝料なんてもらえるわけないだろうって。妙は優しいのよ、みんな。マジレスしてあげてんだけど、とにかくなんかハテナマークだらけなの。あんたの浮気が原因なのに、旦那は慰謝料と生活費払うなんてバカなこと言ってんの？つって。で、慰謝料が減らされるって何？あんたが不倫したなら、あんたが旦那さんに慰謝料を払わなくちゃダメなんだよって。で、不倫相手も、あなたの旦那さんに慰謝料払わなくちゃダメなんだよと。離婚したら不倫に関係なく生活費はもらえないよって。旦那がいるなら養育費はもらえるよって。これは不倫に関係ないからねって言ったら、すいません、女性でも払うんですかって。離婚するんですけど。面白いでしょ。字が見えない？今読み上げてるけど、すいません、女性でも払うんですか？離婚するんですけど。この子はだから、この26歳の女の子なんだって。女の子つか、まあ、92ね。92は26の女なんだけど、浮気をしていたんだけど、離婚したらイコール慰謝料がもらえるっていう考えなのね。で、はーってなって。慰謝料は不倫した方が払うんだよって。男女関係ないよって。どっちが悪いかよく考えてごらんって。離婚するのはどっちが悪いと思うって諭すのよ、最初はみんな。離婚の慰謝料と浮気の慰謝料を差し引かなければいけないということですかって。 無知ですいません、差額はどれくらいでしょうか。生活費は無理ですか。専業主婦やってたんで貯金がありませんって。文字でかくする？文字をでかくするか。文字をでかくする。ちょっとね、まあまあパソコンだからこれくらいでいい？これがちょっと限界だけどいいかな。これが限界だけど OK ですか。そう、ど天然でこいつすごいタフなの。すごく面白い。これで OK ですか、皆さん。OK だったら手を挙げてください。香ばしいよな。2007年なんだね。そう。で、次。離婚の慰謝料ってなんだよ。頭おかしいのか。離婚の理由を作った方が払うのは当然だろう。慰謝料の言葉の意味を考えてごらん。浮気した上に慰謝料まで払わせるってどこのヤクザだよ、お前って言って、もうマジレスしていくんだよ。で、子供がいるのか、不倫相手は独身なのか教えてくれ。子供はいないと。で、相手は独身ですと。要は浮気相手のことね。で、慰謝料の意味分かってる？って。悪いことした方が払うんだよって。つまり、92と不倫相手が92の旦那さんに払うんだよって。92が旦那さんからお金もらうなんてことは絶対にありえないよって。原因関係なく、離婚イコール旦那が妻に慰謝料と生活費と思ってるんですか？要はこの人は分かったのよ、思考回路。浮気原因とか関係なくて、離婚イコール旦那が奥さんに慰謝料と生活費を払うと思い込んでたの。ほら。で、ここで気づくのよ、やっと。すみませんって。離婚すればもらえると思ってました。払わなくてはいけないんですね。しかし、仕事も貯金もないのに、どうやって払おうって。泣きつくわけにもいかないしって言って、こっからすごいんだよ。もう本当にこいつすごいよ。ちょっと待ってね。で、
もしかして90には自分が浮気したのも旦那が悪いと思ってるのって、今度浮気の方に行くんだけど、こっからちょっとえぐいよ。旦那が悪いとは思ってません。悪いことを私がしたと思ってます。で、知るか、自業自得だ、自分で何とかしろ。相手に泣きつくわけにいかない？あんたが泣きつこうが泣きつくまいが、旦那がその気なら相手にも慰謝料請求は行くに決まってるよって。まあ、旦那が慰謝料請求してこないことだけを祈ってればって。少なくとも、もんなしで叩き出せるわけだから、今すぐ仕事探しなよって。要はもう、慰謝料のことは終わったのね。親にお金借りて払うんじゃないのって。払うしかないんじゃないって。親も貯金がありませんって言ってるの。ここ注目ね。親も貯金がありません。どっかで借りてきますって。相手にも請求が行くんですか？どれくらいでしょうか？相手もお金ないんです。頭が真っ白です。要はここでようやくやばいことをしたって気づくの。要は強気だったじゃん、さっきまで。ここでようやく、あ、私ってとんでもないことやっちゃったんだっていうことに気がついたのよ。で、もう要は身の上話になって、相談になっていくんだけど、相手にも請求が行くけど、それをどうするかは相手が考えること。要は浮気相手が考えることだよって。両方で1000万ぐらい取りたいよ俺だったらって。1000万なんか無理ですって、もう焦っていくのよ、どんどん。頭の中真っ白はいいから、旦那の言い分はまずそこからって、ひたすら謝りなよって。旦那は帰ったら慰謝料についてちゃんと話そうと言ってますと。減額についてだと思ってました。どうしよう。要はね、旦那はもう離婚する気満々なのよ。だから家に帰ったら慰謝料の話ちゃんとしようねっていうのは宣戦布告をしてるんだけど、この女は減額についてだと思ってた。要は離婚するんだから、お金ちょっと20万も無理だよ、10万円ぐらいにしてよって旦那が言ってくるとずっと思ってたの。で、ここでやっとどうしようって焦り始めて、そう、バカなの、底抜けのバカなの。なんか可愛らしさがあるでしょ。旦那もお前と同じバカだといいなっていう。まあそれはそれで平和だなぁなんて言って。夕方旦那が帰ってきます。怖いです。行くところがないですってなって。夫婦の共有財産がある場合、財産分与から慰謝料、要は92が払う分を差し引き残ったらもらえるかもねって。財産と呼べるものはありません。貯金もほとんどないです。相手との、浮気相手とはお金をかけずに会ってました。夜勤の時とかに、本当にどうしよう、相手の名前も言っちゃいましたと。要は、旦那さんに浮気相手の名前言っちゃったと。ないないって言いながら浮気する金はあったんだよね。相手の家で浮気をしてたってこと？旦那さんは、92と不倫相手に対して慰謝料を請求する権利があるんだよって。まあ、大体合わせる300万が相場かなって。つまり、1人当たり150万ぐらいじゃないとか。相手と私の家との、相手とは私の家。これ、要は、旦那さんが持ってる家ね。要は、夫婦の家ね。相手とは私の家と相手の家で会ってました。バレたら離婚して、相手と結婚しようと思ってました。って、こいつ強いだろ。もうね、すごいんだよ、こいつの精神。なんかね、底抜けのバカなんだけど、すごくない？これ。バレたら離婚して、相手と結婚しようと思ってました。すっごい面白いんだよ、こいつ。相手と合わせて300万ですか。分割にすればなんとかなるかもしれませんね、つって。300万ってなったら、分割だったらいけるかも、つって、ちょっとなんかテンション上がり始めるのよ。で、いや、相手と合わせてじゃなくて、それぞれ300万ぐらいだよ、って。だからね、って、あなたのご主人は、あなたの不倫で離婚をするの、って。その原因を作ったのは、あなたとその浮気相手であって、それぞれ個別に慰謝料請求できるのね、って。で、300万くらいって言ってるのは、あなたに対して300万なのって。で、それと同額ぐらい、あなたの浮気相手にも請求できるから、まあ結論から言うと、旦那さんは600万ぐらい請求すると思うよってみんな言ってるんだよって。で、あなたの家族で支払っていかないといけないから、何年かかっても払わないとダメだよって言ってんのよ。相手も金ないから離婚しても慰謝料と生活費で馬とか計算してたのかよ。相手の男もそんなアホな考えだったのかって言って、もうバカすぎるって、だんだんこうバカにしてきたの。で、こんだけ説明してんのに、300ずつということですかって。すいません、頭に入りません。 ここがこいつの面白いところなんだよ。すいません、頭に入りません。
もう何言ってるか全然わかんないでしょ。相手も今日呼び出されます。殴られる覚悟は、ここね、いいんだよね。相手はね、ちょっと面白いの。あ、浮気相手はちょっと男気ある感じなのね。ありがとうございます、花火ありがとう。殴られる覚悟はあると言ってました。でもお金は考えてなかったですと。うん、お金で解決するのは一般的ですかって。旦那は収入があまりない。要は旦那さん稼ぎ良くないのよ。お金が欲しかったのかもしれませんっていうの、これすごいでしょ。自分が浮気したのに旦那は浮気をしたいから、あのお金が欲しいから私と離婚するんだっていう発想にシフトするんだよ。ここすごいよね。旦那は収入があまりありません、お金が欲しいのかもしれませんとか言って、お前が浮気したんだよっていう。すごいよね。で、相手も殴られて済むと思っていたことが判明、もうダメだわっつって、相手もお金考えてないってどんだけバカップルなんだよ。これは旦那もバカかもしれない。要は旦那バカ疑惑が出てきたのね。で、600万無理かもです、そんなお金想像もつきません、手が震えますって、謝った方がいいみたいですっつって。ここで初めて謝った方がいいみたいですねっつって、もう最高でしょ。もうこいつ面白すぎるでしょ。最高じゃない。ここに来て600万っていう額で手が震えて初めて謝った方がいいみたいですねっつって、謝らないつもりだったのかよ。もう俺こいつもう会ってみたいよね。いや面白いよ。そう、ここで初めて謝った方がいいってことに気づくのよ。ここで初めて、このやりとりの中で。で、まだ謝って済むと思ってんのかって、脳みそに、何これ、ウジかな、え、何、脳みそにシワか、シワがないんですかって、相手と旦那はいくつだよって、相手は仕事してんのって、旦那さんは28歳、で、相手は26歳、要は、あの、92と、あの、同い年の高校の同級生です。相手は働いてます。要は、この同級生は働いてる。旦那さんも働いてる。家に呼んだのはやばかったですかって。要は自分の家で、あの高校の同級生と浮気したのもやばかったですかって初めて聞いてんのね。やばいって何があって、もうやばいことなんて何もないだろっつって、もうだんだん今度おちょくりモードに入ってくるのね、この辺から。もう要は92ってやつが頭おかしいっていうのを気づいて、もうだんだんマジレスするのがバカバカしくなって、要は リスナーっていうか、あのみんながサジ投げ始めたの。もうバカすぎるってことで、やばいって何があって、もうやばいことなんて何もないだろっつって、不倫そのものがやばいのっつって、もう 文体が変わっていくでしょ。文体がバカすぎるでしょ。もうバカにしてんのみんな。あのねって、殴ってしまったらあなたのご主人が犯罪者になるかもしれないわけって、あなたのご主人は本当は殴りたいんだけど犯罪者になりたくないから殴るの我慢してお金で片付けようとしてるの。それが慰謝料という考え方、殴られて済むなら本当に楽だよね。まだいい人いるね。相手とは来年結婚するつもりでした、入籍だけですけど、旦那が本気なら借金まみれになります。当然だよ。、うん、再婚してからの目標ができてよかったねって、慰謝料完済という2人の目標、まさに共同作業だ。うん、とんでもない金額だったら断れないんでしょうかって、1000万とか言われても無理です、職場や親に言われるのも困ります。ここの発想がいいよね、断れないんでしょうかっていうね。慰謝料断るってなんだよ。慰謝料、いやもうこれ俺もね、釣りだと思うぐらいね、すごい、もう釣りでも面白いんだよこれ。金額は旦那次第、職場や親バレは当然だよ、諦めろと。どんな風に謝るつもりなんだろう、もし仮に、旦那さんがドキュンだったら、熱湯とかバットから出てくるかもしれないと。旦那はドキュンじゃないです、家具のデザイナーやってます、給料少ないです、とりあえず旦那には謝ります。家具のデザイナーなのに夜勤があるのかよつって、すいません、夜勤というのは徹夜が多いです。自宅っていうのが最悪だよな。上にも書いてある人がいたが、どんなに小さくても狭くても旦那にとっては自分の領域だったわけで、自宅に入れたのがタブーと書いてあったので、朝は離婚してやるよって叫んでしまいました。まだ謝ってません。要は
このスレッドに質問をする前は、慰謝料がもらえると思ってたから、朝旦那さんに向かって自分が浮気したのバレたのに、朝は離婚してやるよって叫んでしまったって。まだ謝ってない。要は、金もらえるから離婚してやるよっつって、強気に出てたっていうことが発覚するのね。で、朝は離婚してやるよって叫んでしまいましたって。92が叫んだのって。お金をもらえると思って。あなたが叫んだのでしょうか。 昨日の夜です。メール見られて全て話しました。旦那は泣いてましたが、朝怒ってました。当たり前だよね。いろいろやりとりがあって、朝から私から、いろいろやりとりがあって私から離婚を叫びました。昼に慰謝料について帰ったら話そうとメールが来ました。相手も呼ぶように言われました。裁判とか弁護士とか全然わかりません。怖いです。お金もらえると思ったら離婚と自分で叫んじゃったのね。納得。まあ、男っていうのは浮気相手ね。浮気相手が独身だったら、浮気相手の親のとこにも話は行くだろうね。再婚なんかできないでしょう。パソコン使って書き込んでるんだろうって。わかりません、怖いなんて泣き言言ってる暇があるなら、離婚調停裁判などのキーワード検索して調べなよって。わかりました、調べてみます。頭は混乱していてわけがわかりません。泣いてます。再婚できないのはなぜでしょうか。旦那に謝ります。今度はもう再婚のことで頭いっぱいになってんの。 今度はどうやって再婚しようとか、慰謝料どうやって払おうって思考なのね。法律上再婚はできるよって。不倫相手の両親が一人で、不倫相手のご両親が一人しかいなくて、しかも離婚前に自分の息子と不倫してたような女と結婚賛成すると思う？ごめんなさい、遊びでした。本当に愛してるのはあなただけですって言いながら、裸で迫れば許してもらえると思うよ。旦那とやり直すことは無理だと思います。全て話してしまいました。それに多分相手が納得しません。じゃあさ、旦那にはこう言いなよ。私はやっぱり離婚なんてしない。メールなんか証拠じゃないから、嘘だと思うならググってみなさいよ。こうやって言えば次の日から彼と会っても OK。 要は浮気を騙そう、旦那を騙そうっていう手段ね。メールは証拠にならないというのは慰謝料に関係しますか？ ダメ、全部自白してるからもう無理だよって。要は悪巧みをちょっと考え始めたの。不倫って悪いことだって分かってる？悪いことしたらどうする？子供でも分かるよね。とりあえず旦那さんに謝りなって。慰謝料とか離婚とかはその後の話だよって。旦那を騙して結婚していたことは悪いことだと思ってます。旦那が文句言ってきたのでつい叫んでしまいました。いずれはちゃんと謝るつもりでした。慰謝料については私が無知だったんです、すいません。ちょっと反省し始めたんだよね。何何、結婚前から関係あったのって。要はここの文章でおかしいってことに気づいたの、この人は。旦那を騙して結婚したことは悪いことだと思ってますっていう文脈から、えって結婚前からお前関係あったのっつって、旦那を騙して結婚って、結婚前から浮気してたのって言って、結婚前の二股でした、ひどいですよねって。最初は旦那が好きでした、でも最近相手の方が好きになって結婚しようと思ったんです。もう少ししたら二人で旦那に話そうと思ったんですけど、昨日の夜バレて喧嘩になりました。相手も私と結婚する気なので、旦那とやり直すのは納得しないと思います。でもお金のことでどう思うか分かりませんねっつって、すごいでしょこの自己中っぷり。だから俺がさ、こいつニコ生でこれが起こったら多分これ成立しなかったっていうの分かるでしょ。多分ね、こいつめちゃめちゃ美人なんだと思うよ。なんかそんな感じしない？これ文章だから面白いんだけど、これニコ生の相談だったら多分ね、こいつ美人なんだよ、26で。だから囲い込むやつが出てきちゃって、多分ね、なんかぐちゃぐちゃになってたと思うんだよ。これ2チャンネルの当時文字ベースだから面白いっていうのが俺の読み。うわー、92は結婚前から関係続いてたのかよっていう。いや、喧嘩になるってことは旦那にまだ気持ちがあるっていうのが違う。こっから面白いの。旦那が登場すんの。結婚という社会制度を甘く見すぎた罰だな。あんたはいっぺん地獄見た方がいいって。もう怒ってんのよ、みんなは。結局さ、って92はどうしたいのって。状況は大体分かったけどさ、気持ちというか本音が見えないよって。旦那と別れたいのか、別れたいか、別れたくないのか、浮気相手と結婚したいのか、したくないのか、そしてそれについて相手はどう思ってるのか。
相手とは再婚するつもりでした。相談に来たのは慰謝料の減額を聞きたかったんです。今2チャンネルの相談は慰謝料の減額について聞きたかったと。今はどうすればいいか分かりません。旦那と別れてお金払うか、相手と別れて謝るか、まだ分かりません。すいません。92は有責だから自分からは離婚できないよって。旦那に買い殺されるかもしれないねって。旦那は慰謝料の話って言ってたんでしょって。旦那は離婚するつもりなんだからもう再構築は無理だよって。旦那が離婚しないと言ったらできないんですかって。裁判しないといけませんかって。行為中の写メ見て狂ったように泣いてました。もう無理と言ってたのは離婚すると思います。慰謝料は裁判も考えなければいけないようですね。今まで裁判とか弁護士とか無縁だったので、やり方わかりません。お金もないですし、調べてみます。写メ見られてるんだ。要は行為中のイチャイチャ写メを見られてるのね。で、これで証拠確実だなって。離婚しまくってもあなたを彼に請求できる。額はわかるけどね。はじめ離婚していくらもらえるんですかって言ってた人がなんで急に相談に来たのは慰謝料の減額を聞きたかったんですに変わってんだよって。話がおかしいぞ、大丈夫か。浮気が理由で結婚したらもらえる慰謝料が減額されるかと思ったんです。とんでもない勘違いだったですと。なんでそう思ったんだよっていう。旦那には全部話しました。前から関係が続いていたことも全部。それで諦めてくれると思って。携帯は昨日の夜取られて朝返してもらいました。コピーしたからと言われました。お騒がせしてすいません。もうすぐ旦那が帰ってくると思います。相手には今日来ないようにさっき電話しました。いやいや、相手も呼べよ。旦那に呼べって言われてるんだろう。慰謝料を少しでも安くしたいなら逆らうなよ。全部話したのに二人で手を繋いで謝らないにどうすんのよ。昨日逃げたって同じだよって。相手は呼んだ方がいいですか？親にはバレました。さっき親から連絡があって、今から家に行くと言われましたが、来たらいけないと言いました。2ヶ月と嘘を言った方が有利ですか？呼んだ方がいいよ。親は呼んだ方がいいよ。うん。でも払いて、つって。すいません。いろんな意見があって混乱してます。相手と親は来てもらった方がいいみたいですね。昨日言ったことは変えない方がいいですね。まあまあまあ、そういうところからなんだけど、これがだ、まあ大体今話したのが第一部なの。今話したところが第一章ぐらい。で、トータルすると第三章ぐらいまであるんだけど、どうする？続ける？なんかつまんないつまんないって言ってるけど、みんな面白かった？どうだった？俺はもうなんかすげえ面白くて、昨日大爆笑したんだけど。どう？面白い？俺はもうこの後の展開が今度旦那が出てくるっていうのと、最後その、まず今は減額の相談編なのね。第一章。浮気しました。で、今度旦那編があって、最後はその女のまとめ編があるの。うん。面白かったでしょ？うん。いやー、すごかったよね。で、その旦那さんがすごいしっかりした人なの。うん。どうする？まあ続きみんなが見たかったらね、自分で読んでもらってもいいし、和道に紹介してほしいって言うんだったら俺全然解説するけど、結局どうなるのっていうかね、結局どうなるのかっていうわけじゃなくて、なんかその92っていうこの浮気した女の子が底抜けにバカキャラで面白いっていう。続ける？どうする？3章までやる？うん。スレッド見る？紹介でいいの？なんかつまんないつまんないってコメントがあったからさ、なんか面白いってコメントなかったから普通のトークした方がいいかなと思って。見たい？続き見たい？オッケーオッケー。うん。じゃあ紹介するよ。うん。オッケーオッケー。じゃあ第一章のまとめに入ります。うん、で、まあ携帯電話。メールは証拠にならないと思ってたと。メールは証拠にならないと思ってましたと。まあこの辺はね、もう正直グダグダなんだよね。わかりました。昨日の通り正直に話します。慰謝料のことは話し合ってみます。浮気相手にも来てもらいます。親はやはり来るそうです。旦那にまた連絡したみたいですと。で、結婚2年目ですと。で、そろそろ押します。足が震えてます。また相談にここに来ていいでしょうかって言って、来ていいよって。トリップってまあコテハンみたいなもんだね。コテハンつけとけと。で、コテハンつけて、皆さんありがとうございました。慰謝料のことを知らなかったら大変でした。なんとか正直に話して慰謝料を払おうと思いますと。要は私が悪かったから慰謝料を払いますと。
で、夕方の6時には旦那が帰ってくるそうです。親と代理人と一緒だとメール来ました。要は、弁護士こっちは連れてくるよって、お前は親連れてこいよってことね。相手もちゃんと呼べと、要は浮気相手もちゃんと呼べと言われましたと。怖いですが頑張りますって。代理人来たーって、要は弁護士ね。でここでまとめが入ります。これ92っていうのはこの浮気した女性のことです。で、結婚していて浮気をして専業主婦で26歳、で浮気相手っていうのは26歳で高校の同級生と、で旦那さんは28歳と、で結婚、子供がいなくて結婚2年目、浮気相手とは結婚前からの関係、結婚前から二股をしていた、そろそろ離婚して、浮気相手と結婚したい、でもお金がないと。そうだ、離婚をすれば旦那から慰謝料がもらえるはずだから、そのお金で当分生活できるはずだと。浮気がバレた、この際全部ぶちまけちゃえ、旦那も諦めるだろう、要はカミングアウトしたと。で5、あやばい、慰謝料が減額されるかもしれないと思ったと。で2チャンネルで聞いてみよう。でみんながバカかお前って、お前が払うんだよってなって、頭真っ白、顔面蒼白。で今から旦那が代理人、要は弁護士を引き連れて帰宅する。今ここ、これが第一章。 OK ですか？ OK、 ここまで OK。 じゃあ第二章入りますよ。でまあ専用スレを作ってくれってなって、でまあみんながこう、その本人がいなくなってみんなが盛り上がってたのね。で次、今来た腹筋崩壊とかみんな書いてると、もうみんな爆笑してると。でテストって来るのよ。ここ92のついてるでしょ、テストって来るの。であれって、これまとめサイトが色変えてくれてるんだけど、本人？旦那さん？って、もう要はみんな待ってるよって、何って流れ、ちょっとテストでもう空気読むのよ。これバカじゃない、バカ女の方じゃない、92じゃないだろうっていうことにすぐ気づくの。みんなもうハマりまくってんのよ。で申し訳ないって、テストさせていただきました、コテハンね、トリップっていうのは。テストすれでも良かったんですけど、板によって変わらないかなと思いまして、本人ではないです、失礼しました。旦那さんって言って、そうです、昨日は妻がとんでもない書き込みをしていて申し訳ありません、恥ずかしい限りです、元スレに行こうと思ったんですが話が流れてるようなのでここでテストしてみました、つって旦那が登場すんのよ。いい展開でしょ。あれからどうなったのって、なんというかお騒がせしたことをお詫びしたいだけなんですが、で92の夫ですって、昨日は妻がお騒がせして大変申し訳ありませんでした、相談。これさ、懐かしくない？この流れ懐かしくない？なんかさ、なんかさ、文字ベースだったけど丁寧な人とかさ、文章であったからさ、なんか初期の初期の2チャンネルってほんとこんな感じだったよね。いろんな人がいて面白くなかった？俺すげえ懐かしいんだよね、この、何これ2007年なんだけど、こんな感じだったよね。なんか礼儀ある人とかもいたんだよね。なんだ本物だと思うよ。だってほら、ここに92ってトリップがついてるから。だからこれは本物なの。要は、旦那が、あれだよ、釣りかもしんないけど、要は92の旦那さんなのは、あれなんだよ。で、お待ちしてました。もしよろしければ、許される範囲で経過を教えてください、つって。で、スレを見て、妻の思い違いが本当だったことを確認しましたと。要は、慰謝料減額について、なんか、やっぱ嫁勘違いしてたなってことが確認しましたと。相談すれ、要はここは私の身の上話するところじゃないんで、僕は引っ込みますよって、すいません失礼しますって言ったのね。で気が向いたらこっちにでもって、要は妻が浮気をしてしまったっていうスレッドがあるからそっちでやりましょうって言ったので、スレッド移動って言って、要は枠を取り直したみたいな感じね。でおい皆さん、おいって旦那が来るからみんな行儀よくっつって、もうみんなは旦那さんの話聞く体制なのよ。一人二役の可能性あるよ。そんなこと言ったら2ちゃんは楽しめないから、それも含めて楽しんでる感じね。でここで大丈夫ですかっつって、旦那様いらっしゃったぞお前ら星座って、話せる範囲吐き出したことでもいいって、自分のペースで語ってみてって、コテハンはブラウザに残って、ごめんね、今の用語でやるよ。コテハンはブラウザに残ってるものをそのまま使いますと。要はクッキーが残ってたんでしょ。
妻と真男のやりとりでいまいち納得がいかなかったんですが、ここで相談したということは本気だったみたいですねって、情けない限りです。要は浮気相手と結婚するっていうので残念ですって、僕情けないですって。本気というか、結婚という制度と不倫という反社会的行為の代償をあまりにも甘く見すぎていた子供という印象だったなって。中学生みたいなへ理屈と見通しの甘さで離婚考えてたようだし。要はさ、これが面白いんだけど、なんか相手がバカだってなるともうすげえバカにするんだけど、旦那さんが人格者だってわかると人格者に変わるのが面白いよね。コテハンドトリップは違うけど、まあまあほら、最近のスマホ税は意味がわかんないから、コテハンドトリップ違うのは分かってるんだけど、分かりやすくしてんの。ごめんね。そこも考えてよ。で、前から探りは入れてました。要は、要は泣いたのは本当だったの？っていうことを突っ込まれるのね。で、一昨日の夜は泣いたのは演出ですよって。なるほどって。それでいきなり親と代理人同席かって、やけに手回しがいいと思った。要は証拠掴んでたのねって。要は浮気が発覚してたらいきなり吹っかけたんだねっていうことを話してんの。つまり内偵進めてある程度証拠固めたのが済んでいて、弁護士にも相談していて、空いてる日を抑えた後に、みんな同席するために妻と話し合ったっていう、俺の勘は当たってたのかっていう。そうですって。メール見て泣いたと書いてましたが、ショックで泣いたんではなくて、あまりの情けなさに涙が出たのが本当のところですって。事前に見てましたからショックはなかったです。要は妻と浮気相手がパコってるところを写メで見てるってことね。そうそう、トリップは同じパソコンの証拠だから、これはその同じパソコンで打ってるってことね。不意打ちをかけたつもりだったんですが、ここで相談されるとは思ってませんでした。旦那さんって辛いとは思うけど、吐き出しながら過ごした方が参考になることも多いし、気も少しは多少楽になるみたいだよって。ありがとう。だからね、みんなね、うまいんだよ。今ってさ、何々言え、質問に答えろとかばっかりでしょ。この頃の2チャンネルとかって、要は情報、要は本当は書けないわけよ。裁判始まるわけだから。だけどこうやって辛いと思うけど吐き出した方がいいよって言って、その相手にするよって言って、こう誘導尋問かけるのが当時うまかったんだよね。ありがとうございます。でも2ちゃんで自分がこういう立場になると思ってませんでした。妻が2ちゃんを見る可能性がある以上、昨日のことや今後のことはお話、話せません。お察しくださいと。これがね、当時の2ちゃん文化ってやつだね。ねえ、そう、礼を尽くす人には優しかったよ、当時から。今日は仕事休みました。もちろん事前に有給取ってます。自宅から、やってますと。92の旦那さん、92、要は嫁さんとのギャップにびっくりだよって。かっこよく見えるから不思議だって。手のひらでコロコロしてたんだねって。なんでこのスレに、なんでここに文字を書いたの？いつ頃から浮気してたのが分かったの？要は、忌憚ってなんだろう。まあ、なんかのスレッドは時々、2ちゃんは時々見てましたと。参考になりましたが、相談するのは気が引けてた。あ、要は浮気だ。浮気をされてたスレッドは時々見てたと。で、参考になってたけど、相談する気はなかったと。で、結婚前から男の影には気づいてました。結婚を機に身辺は整理するだろうと思った。要は、結婚したら相手と別れてくれるだろうと思ってましたと。惚れた弱みってやつですねって。甘かったです。最近になって行動があからさまにおかしくなり、携帯などを調べた次第です。昨日来たのはもちろん弁護士です。妻と男のやり取りから慰謝料について大きく誤認してるとしか考えられないと判断し、丁寧に説明文を作成して渡しましたと。要は、最初に奥さんとやった時には、なんかやけに離婚してやるよとか突っかかってきたし、なんか減額がどうのこうの言ってたから、こいつ離婚の慰謝料について分かってんのかっていう認識はあった。ただ、弁護士を同席した時になぜか、説明文を渡した時は妻は慰謝料を払う立場と理解していて驚いたと。で、この昨日のやり取り、要は奥さんと2ちゃんのここのやり取りを見て納得しました。正直俺たちも最初は釣りだと思ったよって。しかし浮気相手も、嫁さんと同じような考え方をしてたとはなって。奥さんは今何してんの？家にはいないの？妻は一旦実家に帰りました。携帯は取り上げましたが、実家の PC でここを見てるかもしれません。浮気相手はしきりに同意の上ですと言ってました。
強姦ではないということを伝えたいようでした。浮気相手の親がまともな人で助かったです。俺も第三者なら釣りだと思います。本当に情けないですね。合意の上ってつって嫁にはぴったりの浮気相手だなつって払いたいつって浮気相手はしきりに合意の上です、うん、で、浮気相手は合意なら慰謝料払わなくていいと思考えたの。慰謝料の誤認についてはいまいちわかりませんでし、いまいちわかりませんでした。何か裏があるんじゃないかとも思いましたが、ここを見て誤認と確認した次第です。要は2チャンネル見てようやく意味が分かったと。合意の上って男が言っていたのは強姦って意味ではなく、お互いの気持ちが通じ合ってるからという意味のようです。要は、俺らは愛し合ってるっていうことをしきりに言っていた印象だったと。それを、その合意の上です。合意の上です。もう合意の上ですってずっと言ってたと。これは別に強姦だよって意味じゃなくて、お互いの気持ちが通じ合ってるからっていう意味だったみたいですよっていう。そうそうそう、ちょっといいんだよ、真男のバカさ加減っていうか、ちょっとなんか なんつうんだろう、バカで、なんつうの、トゥルーラブ、要は恋愛関係なんだよね、うん。そりゃさ、旦那さんの子からしたら腹立つよね。で、真男すげーっつって、つまり人間の言葉に翻訳するとって、もう人間扱いしてないのよ。ここいいよね。ここがね、なんかプロのコメントだよね。つまり人間の言葉に翻訳すると、僕たちは愛し合ってるんです。愛し合ってる者同士が一緒になるなんて、一緒になるのに障害なんてありません。慰謝料、それは何ですか。僕たちは愛し合ってるのだから支払う必要はないはずですってことって。旦那にとって結婚とは何だったのか、本当心中お察します。要はもう旦那さんって、もう大変だったねって、うん、ここのこいつがいい味出すんだよね。ここ、こいつプロだよね。こいつがいいテイスト出すよね。コメントでもいるじゃん、プロで急にコメントで一言で面白くなる感じの人。制裁はきつくするつもりなのって、それともある程度で済ませて次を考えてるんですかって。いや、もう正直やり直そうとは思ってませんって、手を引きますって。でもそれなりにダメージは負ってもらいますよって。確かに俺の給料は安いですが、早く一人前になって妻に男として認めてもらいたかったんです。他の男を見ているのは薄々分かってました。だから真剣に頑張ってきました。妻にも優しく接してきたつもりです。休みの日も二人でよく出かけました。それを妻と男は嘲笑っていたんです。俺にも悪いところがあったと思います。あまりにもでもひどい仕打ちだと思います。怒ってます。その代償を払ってもらいます。これは昨日伝えました。で、ここで整理ね、整理すると、奥さんは証拠を揃えて弁護士にも接触して準備を整えて、旦那さんは証拠を揃えて、要は浮気の証拠を揃えた、弁護士にも接触して準備を整えてから嫁さんにどういうことだって言ったと、とつね。で、嫁さんは慰謝料の件で勘違いしていた。要は離婚したらお金自分がもらえると思ってたから強気に離婚を宣言したと。で、しかし昨日の夕方ちょっと気になったので2チャンネルに相談して真実を知って顔面蒼白。旦那さんが弁護士と、親を連れて事情聴取をしたと。要は全員で話し合ったと。で、嫁さんは慰謝料の件、真実を告げられて観念したと。で、男は鳩が豆鉄砲を食らったように慌てふためく。で、合意の上ですとずっと言うと。話し合いが終わって真実が知れ渡った後、要は実家に連れて帰られたと。で、嫁の態度がちょっと不審だったと。なんでこいつ慰謝料急に知識が上がってんだってことで、パソコンを調べてたら2ちゃんになって降臨したと、うん。そういうこと。で、これが第2章ね。ここまで OK。うん、で、制裁するっていう流れ。OK?まあここら辺はね、もうまあ夜の営みどうだったんだろうねみたいな、うん、で、まあ満足してたかどうかわかんないと、うん、で、もう妻が浮気相手のこと好きだっていうことは分かりましたって、俺は眼中にないんだろうねっていう、要は旦那さんはもう分かってるのよ、頭のいい人なのね、うん、で、こういうのは難しい言い方ですが可愛かったんです、守ってやりたいと思ったんです、小悪魔的ってやつですかねって、追いかければ逃げるみたいな、結局逃げられましたけど、妻からはちゃんとした謝罪はまだないと。
ここいいよね。ここでもうさ、なんかイメージがつかない。ここでさ、なんかさ、だろうねっていうとかさ、妻からはちゃんと謝罪はまだですっていうさ、だろうねっていう。とにかく慰謝料の、金ばかり気にしてて、ここがいいよね。とにかく慰謝料の金ばかり気にしてて、今までの考え方と違ってこっちも動揺しましたと。いや、面食らったと。ここいいよな、妻からの謝罪がまだっていうのと、もう人物像が出来上がってるじゃん。慰謝料の金のばかり気にしてたっていう。で、慰謝料のために謝ってるという印象でしたって。もうここがいい。俺ここが香ばしいと思う。そう、でも私悪くもないもんっていう感じだろうね。で、今第2章です。第3章いきます。うん。要はね、もう、金金ってなってて。で、死にたいと。正直アホだった。自分が情けなくて死にたいっつって。で、みんなフォローしてんのね。あんたじゃないよ、悪いの、つって。で、まあまあ、食い違いもあるから、なんか調べていくわ。で、ここみんな覚えといて。昨日の夜の証言との食い違いもありますし、まだ調べないといけません。ここ結構重要な振りなんですよ。要は、なんか奥さんがなんか昨日と言ってることがちょっと変わってるから、ちょっと調べないといけないなっていうことが旦那さんにあるっていうことを覚えといて。ここね。嫁からの謝罪の言葉はなかったのかって。浮気相手を先に血祭りにあげて、旦那の怒りの本気度を見せつけた方がいいんじゃないって。慰謝料請求のみではなく、会社に相談に行って社会的抹殺すればって。制裁の方法はいろいろあるけど、向こうに条件はまだ提示してないと。出方を待ちますと。要はもう徹底的にやるよっていうこと。僕も情けないけど、慰謝料は取るっていうことね。まあ、ここら辺はいいか。ここら辺あんまり本文関係ないから。うん。妻は卑怯者って言ってた。ここは重要だね。証拠は不定そのもの。要は、パコってる写真が出てきたと。自宅でしたから。要はね、盗撮してたんだろうね。昨日、盗撮っていうか、撮影してたの、自宅を。で、他にも証拠はあるけど、今は書けないと。妻は卑怯者と言ってましたと。確かに卑怯ですと。卑怯ですか？もうね、中卒かよって。自宅にいろいろ隠して仕込んでたんですから、卑怯と思うかもしれないですね。妻の最終学歴は高校卒業。僕は専門学校と。うん、謝ってましたが、むしろ敵対心の方が強い印象でした。頭では分かってても、なぜ慰謝料って感じですね。ここ重要なのよ。ここ覚えといて。なんか、なんで慰謝料って感じだったと。なんかちょっと要は敵対心の方を強く感じたと。言葉では謝ってたけど、大人数集まって混乱してたのかもしれません。まともな話し合いができる状態ではなかったです。だから後日もう一度話し合うことにしましたと。ここがね、重要なところで、浮気相手も来てましたよって、うん、で、要はちゃんと法律で裁判で対処しますって書いてて、で、相手の出方次第ですと。で、どちらにしろ地獄は相手に見てもらうと。妻も男もここを見てくれればと密かに思ってます。要はもうこのスレッド見られても構わないと。俺は徹底的にやるよ。抗戦体制ね、うん、で、俺の親には事前にもう話してると。そろそろ消えますって。相談に来たわけじゃないんで話聞いてくれてありがとうと。ここまで OK？ ここまで OK？ はい、休憩しましょう。どうですか今のところ。要は第1章が92が出てきて、92の旦那さんが出てきた。要は、ここまでが第2章。で、第1章面白かったでしょ。で、第2章でちょっと、まあ、あ、旦那さんこういう人だったんだって人物像出てきて、ちょっと俺も読み上げるの疲れるからさ。うん。どう？面白くない？この時点で。この時点で、俺すっげえ笑ったのよ、これ。今まで見たスレッドで一番面白かったの。どう？面白い？そう、伝説の92。初めて見て面白かったの。どう？面白いよね。俺はもう本当に腹抱えて笑って、のんちゃんがまたなんかベッドで笑ってるって。何見てんの？みたいな。で、旦那さんは救われてほしいじゃん。あ、ありがとう。風船4個ありがとう。もうね、正直ね、マジなのかじゃないんだよ。要は、これが本当だったか嘘だったかじゃなくて、俺らっていうのは、要は2チャンネルとかネットの生主っていうのは劇だと思って見た方がいいよ。これが台本なのか本当なのかとか、こんなの釣りだよとかじゃなくて、嘘でもいいから面白いっていうのを楽しむの。ネット民は。そう。浮気した嫁が旦那から慰謝料もらえるかって話。そう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 。それが面白いよって言ったら知らない人がいたかったから、じゃあ紹介するねっていうのが今の流れで、俺がその3部構成だよっつって2部まで
今説明して、最後これから話すのがエンディングです。要はね、3日間のストーリーの、たった3日間なんだけど、これは漫画とかさ、小説とかでも全然通用するよね。アイテムありがとう、ハートありがとう。台本うんぬ関係なく面白いでしょ。うん、そうそう、エンターテインメントだから。そうそう、釣りでも面白かったらありなの。でもこれは多分釣りじゃないよね。なんかそう、時間軸と整合性が合ってるし、その文章体もちゃんと書いてるから、これをね、もし脚本でやってる、要は台本とか釣りでやってるんだったら、相当この人作家性あるよ。うん、そう思わない？すっごい面白くない？これがもし釣りだったら、この人構成作家とか小説家になれるよ。ハートプレゼントありがとう。ありがとうね、アイテム。いや、なんかね、こうやってね、面白いものをこう話して、面白いよって言ってアイテムもらえるとめちゃめちゃ嬉しいんだよ。ありがとうね。なんか紹介しがいがあるよ。なんかこうネタをさ、夜いっぱいネタを収集するために本読んだり、俺が作ったネタではないんだけど、俺もやっぱり喋りでみんなに面白いものを紹介したいから、こういうのがね、評価されると俺はすげえ嬉しいの。うん。周りのノリも良かったね、あの頃はネットがね。アイテムありがとう。うん。まあアマチュア作家の暇つぶしかもね、もしかしたら。でもこの人は構成力かなりあると思うよ、そうだとしたら。はい、みんなワドツ、ごめんなさい。今話の途中だったんだけど、本当にごめんなさい。花火ありがとうございます。ごめんね、花火しかとしちゃってごめんね。まだいるかな、花火投げてくれた人。本当にごめんね。花火投げてくれた人いる？最後にごめんね、無視したくなかったんだけど、見えてるからね。花火投げてくれた人います？ごめんね、トークに集中させて、今みんなですごく盛り上がってるところだから。うん、ウミガメのスープはね、ちょっとこれよりも超えないから。おやつありがとう、バーガー。初見さん楽しんでてください。ちょっとこれ吸い終わったら行きましょう、第3章。うん、電車男はまあまあ、電車男が長かったからね、もうこれがずっと毎日展開する感じまで続いたから。でもね、あれだったよ。電車男は多分なんだけど、あれは釣りっていうか、あれはよくできすぎてて台本だと思う。ありがとう。ごめんなさいね、花火投げてくれたのに。悪気はないんで、ちゃんと伝わってるからね。ごめんね。ごめんね。アイテム投げてくれた156号さん。秋きさらぎ駅もなかなか面白いけどね。うん。俺はね、これはなんか、そう、日常でありそうな感じがして新しくて、特にね、92の女性像がもう、なんかもう哀愁が漂ってて、いや、不幸な事件なんだけど、これ覚えといてみんな。人の不幸を笑うなじゃないんだよ。俺ら芸人じゃん、いわば。新しいタイプの芸人なんだけど、芸っていうのは悲劇と喜劇は表裏にあるっていうところ覚えといてね。だから、悲劇だと思わないで。悲劇は喜劇だし、喜劇は悲劇だから。うん。そう、笑ってあげよ。ねえ、のんちゃんの年齢もノンフィクションでしょ、事実で。35歳だって嘘つかれてて、あったら、だから俺2チャンネルで書いてたと思うよ。付き合ってた年上の彼女が実は15個上だったっていうスレッドだよ。うん、ああ、ムチって怖い。じゃあそろそろね、タバコ一本、まだ吸うけど。いやー、もしよかったらフォローしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ツイッターとふわっちと YouTube3 つ、フォローしていただければ、ありがたいです。ツイッターとかも連動して、例えば、こういう面白いスレッドがあったよって、後でツイッターで告知とかもできるんでね。ぜひツイッターアカウント持ってる人はツイッターもお願いします。ちょっとタバコ吸わせて。疲れるんだよ、結構。この、俺の文章じゃないのを読むの疲れるのよ。苦手なんだよ俺、うん、まあインターネットコメディアンだと俺は思ってるけどね、配信者は。まあいろんな人がいるけどね。もんちゃん47歳だよ。つったら続きいこうね。いや、でもこんなに面白いのがあるとは思わなかったんだよね。いいよね、なんかインターネットだなって思って、こういうのすごい好き。あいつも見てくれてありがとう。うん、都市伝説も俺はメインはね、不思議系とか都市伝説とかそっち系が畑なんだけど、うん、だからネットを伝説で調べたの。要はネット界の伝説、都市伝説とか、要はね、デクシっていうのを調べてたの俺。みんなデクシって知ってる？将棋クラブ24っていうのがあるんだけど、要は将棋の
サイトがあるの。将棋が24時間打てるっていう。メガホンありがとう。で、将棋クラブ24っていうサイトに伝説のデクシっていうやつが現れて、プロを軒並み倒していくし、レーティングが3000っていう、当時で桁外れの、要は8割勝つ無敗のやつがいたの。もちろん、一般人が使うサイトだから、なんでこんなに強いのって言ってるけど、実は、プロも、名人とかも、そのサイトを利用してて、なんでこいつって、あのね、ヒカルの碁でサイっていうのが出てくるんだけど、それが元ネタになってるんですよ。で、その、実はそれハブさんなんじゃ、そう、ハブさんだっていう、そう。ハブさんなんじゃないかっていう伝説があるの。だから、そういうデクシみたいなネタを収集しておいたら、リスナーさん、うちのリスナーさんに受けるかなと思って、ネット伝説で調べたら、ネット界に残る伝説のバカたちっていう、そのまとめサイトがあって、それでこれに出会ったんですよ。92。普通、レーティングで、一番強い、要はトップランカーで2300とかなの。2300とかでトップランカーのレーティング。で、2800とかでもう何こいつみたいな。要はプロでしょって疑われるレベルで、要はその人たちを軒並み瞬殺していくの。8割、勝率8割で。それが3000のレーティング、デクシっていうの。うん。あ、ごめんね。上げ足取らないでよ、61号さん。俺も、その、ねえ、あれだから、上げ足取んないでよ。なえちゃうからさ。うん、バエも元ホラーだった。あ、それわかんないな。離脱組の問題の話？ああ、まあ、終わったかな。すごいよね。中学生でしょ？藤井さんは。天才が現れたね。だからその藤井さんがなんで強いのかっていうと、その将棋クラブ24で腕を磨いてたからだって言われてるよね。なあ、間違いを指摘すんの？そんな小さい。俺が言いたいことはさ、別に8割で無敗ってそんなアスペじゃないんだからさ。俺誰にだってミスはあるじゃないか。楽しむ空気作ろうよ。みんなでせっかく楽しんでるんだから。会話ってみんなで作るもんじゃないの？今楽しい空気でみんなでやり合ってるんだからさ、小さいミスをさ、やめようよ。ねえ、そう、叩けば面白いってわけじゃないよ。このスレッドに書いてあったでしょ。うまくやんないと。あ、風船104個ありがとう。デクシね、デクシ。あのね、それはね、あの、やりすぎ工事の都市伝説でも語られてるよ。誰が言ってたっけな、あの、歌歌ってるバカアイドルの男の人が話してたね、将棋好きらしくて。よし、じゃあ行きますよ。じゃあ準備 OK だったら手挙げてください。いきますよ。第3章です。よろしいでしょうか。いきますよ。今まとめると、女性、浮気をした女性が慰謝料について登場し、旦那さんが登場し、二人は夜の間に話し合って、次の日です。いきます。バーガープレゼントありがとう。いきますよ。おととい相談に来た92です。これは女性の方ですね。おととい相談に来た92です。旦那は調べてました。騙されてました。かなり本気です。明日もう一度説明するように言われたんですけど、旦那がどこまで知ってるかわかりません。全部話した方がいいんでしょうか？家にマイクを仕掛けるのは犯罪ですか？ちょっと怒ってるのがわかるでしょ。なんか前回のトーンと違うのがいいよね。まあ、家にマイクを仕掛けるのは犯罪ですか？で、この相変わらず質問をしていくスタイルっていうね。で、もう怒ってんのよ、正直。もう旦那さん側についてんの。要は、みんなは。慰謝料は、騙してた人は騙されたなんていう権利ないよって。おとなしく慰謝料払いなよって。慰謝料は払います。でも盗聴とかはやっていいんでしょうか？そこが疑問です。弁護士は何も言いませんでした。今どこにいんの？実家にいます。母が出かけたので書き込みしてます。携帯は取られました。すいません。
先に騙してたのは私です。でも盗聴はいいんですか？旦那はしっかり準備して正当な権利を行使しただけだよ。騙されたなんだなんてちゃんちゃらおかしいよ。つうか今盗聴、今更盗聴してどうすんの？家のどこに仕掛ける気？盗聴されてたんです。探偵がいたようです。離婚すると思います。家の盗聴は問題ないということですか？婚姻関係破綻のための盗聴や携帯電話の、閲覧は、閲覧でいいのかな？閲覧は、罪に問われません。以上。旦那があなたが、旦那があなたが家の中に男を連れ込んでるんじゃないかと疑って家の中に盗聴器を仕掛けた。で、あんたが見事にあんあんと言ってるところが録音されていて、そんな盗聴するなんて卑怯よって言いたいのかよ。私も悪いですが、盗聴はあんまりじゃないですか？相手が訴えられるかもしれません。あ、相手から訴えられるかもしれません。騙したことは謝りますが納得いきません。プライベートの侵害じゃないですか？ここね、結構ね、フックだよ。プライベートの侵害じゃないですかに引っ張られたらダメで、相手から訴えられるかもしれませんっていうのは、実はこれ浮気相手のことね。ここいいよね。プライベートの侵害じゃないですか。で、ここがね、実はこっちの方が重要なの。相手から訴えられるかもしれません。これ浮気相手なんだよ。そう。プライベートの侵害って、プライバシーの侵害のことかしらって言ってほしいのって。まあ、あそこのけのバカっぷりね。相変わらずの。そうですか。盗聴は OK なんですね。また無知でした。すいません。こいつのいいところさ、結構バカなんだけど、悪いところ認めるところが良くない？そう、逆切れしてるんだけど、無知で、バカで無知なんだけど、すぐ違うよって。他人の家の盗聴は NG だけど、自宅の盗聴、ていうか盗聴ではないからね。自宅は OK だよ、つうの。そうですか。盗聴は OK なんですね。また無知でした。すいません。探偵がいたようです。写真もあるみたいですが、見せてもらえませんでした。メールを見て泣いたり怒ったりしたのは演技だったようです。旦那の考えてることがよくわかりません。盗聴は家なら OK は分かりましたが、相手はダメですよね。相手っつのは浮気相手ね。私は訴えられますか？あんたの頭の中もよく分かりませんって。ここが、これよみんな。コメントね、ネット初心者よく読んでて。これでね、この文章いたようです。なんとかしてもらえませんでしたっていうのに対して、ここで被せるのよ。これがプロのコメントね。あなたの頭の中もよく分かりません。要は相手の口調に被せてきてんの、これ。要は不倫も、鬼も訴え、要は不倫も、鬼っていうのは何だろう。訴えられて当然です。当たり前でしょ？返しがうまいでしょ。離婚するって裁判までするの？調停で済ませるの？調停だったらかなり旦那に有利な条件出ないとね。って、離婚はわかりません。慰謝料次第です。父親はあんまりにも多かったら調停にした方がいいと言ってます。調停で終わらないで裁判になったらって考えてないの？離婚の条件が受け入れられない場合は調停じゃないんですか？調べましたよ。私は相手からも訴えられるんですか？これ浮気相手ね。こっから面白くなってくるんだよ。私は浮気相手からも訴えられるんですか？これね、どういうことかっていうと、多分浮気相手と揉めたのがわかるでしょ。これでわかるでしょ。浮気相手とこいつ揉めたんだっていう。要はなんでお前全部喋ったんだよって揉めたんだよ、多分。私は浮気相手からも訴えられるんですか？旦那と浮気相手に慰謝料を払うんですか？私は旦那に払って、浮気相手は旦那に慰謝料を払って、私からも慰謝料をもらうということですよね。なんか話が混乱してきましたって。これどういうことかっていうと、多分、浮気相手がお前のことを訴えるって言って脅してるのよ。もう、要は、この女がバカだって分かってやってるの分かるでしょ？意味分かる？これ要は旦那に浮気がバレて慰謝料取られるから相手も払うって言ってるけど、お前ふざけんな、お前のことも訴えるっつって喧嘩してんだよ。でこの女はアスペだから、要は浮気相手は旦那に慰謝料払って、私から、要は私からも慰謝料取るっていう、要は何を言ってるかっていうと、92、要は女は旦那にも慰謝料払わないといけないし、浮気相手にも慰謝料払わないといけない、しかも盗聴されてたってことで逆切れしてんので、なんか話が混乱してきました。そう、敵が増えたの。どこで何見てきたのかわからないけど、
あなたの旦那が、浮気相手に慰謝料請求できるんだよ。旦那さんが、あなたと、浮気相手に慰謝料請求できるんだよって。なんで浮気相手があなたに慰謝料払うの？相手からは訴えられないんですか？私は旦那にだけ慰謝料払えばいいんですよねって。相手からも訴えられるってどういう件？よくわからんのだが、相手は独身だったんだろう？結婚してたんなら相手の奥さんから慰謝料を請求されるけれども、独身なら相手はお前と一緒に不貞行為を働いたんだから、誰に対しても請求権なんかないぞって。盗聴の件で訴えられると思ったなら、お門違いってやつだ。っていうか本当のバカだねこの子。でこれ妄想ね。お前のせいで俺は金を払わなきゃいけなくなったぞ、この腐れ女。てんてんてん。俺の払う分はお前に請求するから。てんてんてん。この流れじゃねって。絶対これだよね。絶対これだと思うわね。要は浮気相手が、お前のせいで俺金払わなきゃなったんだぞ、このバカ女。つって。てんてんてん。俺の払う分お前に請求するから。って、絶対この流れでしょ。絶対これなんだよね。もうこの文脈からすると、うん、面白い。浮気相手に思いっきり手のひら返されてる。結婚の約束してるって言ってたのに。浮気相手は私を訴えると言ってますって。ああ最高も。浮気相手は私を訴えると言ってます。やっぱり弁護士に電話した方がいいですよね。ちょっと待って、まだまだ出てくるから。やっぱり弁護士に電話した方がいいですかね。私は浮気相手に払うことはしなくていいんですよね。浮気相手があんたが訴え、あなたを訴えることはできないよ。どういう訴えを起こすわけよ。不倫相手の女の家で、パコってる様子を旦那に盗撮されて慰謝料を請求しに来ましたと。盗撮行為に対して慰謝料を請求しますって訴えるわけ？証拠としてテープが法廷で流れるだけなんだよって。相手は騙したことと盗聴で訴えると言ってます。これ浮気相手ね。父親はそれはないだろうと言ってますが不安です。弁護士に電話した方がいいですか？要はもうパニックになってんのよ。だから私も弁護士雇った方がいいですかって言ってんのね。お前が何を言ってるのかわかりません。騙したことって何？盗聴なんて何も問題もないんだよって。騙してた側が騙されたってバカップル二人揃ってどこまでアホなんだよ。まさか盗聴器仕掛けられてるなんて知らなかった俺を騙したなって浮気相手は言ってんの？慰謝料をもらえるはずだから離婚したら楽になるねとバカなこと話してたんじゃねえのって。これ当たりなんだよね。最初はこの予定だったからね。慰謝料をもらえるはずだから離婚したら楽になるね、再婚しようねっていう二人で話してたバカップルだからね。私が間違えて慰謝料のことを教えたことと、要は私離婚したら慰謝料をもらえるからねって言ってたことと盗聴されたこと、要は男の方もバカなのよ。で弁護士はでここね、弁護士には連絡先を教えてもらいました、相談できるのでしょうか。ここね、ここ覚えといてよ。弁護士から連絡先を教えてもらいました。相談はできるのでしょうか。弁護士に相談できますかって。慰謝料は調停に行った方が良さそうですねって。お父さんにも従いますって。真男。要は浮気相手ね。おい、こういうことって。おい、旦那から金もらえるんじゃねえのかよ。旦那から金絞り取れるって聞いたから結婚するって言ったのに騙された。まあ、こういうことだろうね。間違えて教えたことって、ただ、無知同士のなつりつけ合いじゃんって、腹痛えわ、つって。慰謝料もらえると言われてたから安心して、パコってて、のにって。なんで訴えが認められてると思ってんのって。こんなバカな娘持って父親も大変だねって。私はバカすぎですねって。父親と相談して弁護士に電話をしてみます。費用は高いんですかって。弁護士費用ね。弁護士費用は高いんですかって。旦那が払うんでしょうか。これどう？みんな。弁護士費用は高いんでしょうか？旦那が払うんでしょうか？
これすごいでしょ。俺ねもうここまで行くと天才だと思うんだよ。いやすごくない、すごくない、この逆ギレっぷりもすごいし、なんかバカな会話もすごいんだけど、こいつね本当に天才なんだよ。もうねなんかショートコント聞いてるみたいで、最後に必ずオチをつけてくる天才っていうかさ、そうそう伝説の92、もうネタだよねこれ。旦那が払うんでしょうかつって、お前どこまでバカなんだよつって、いやもう笑えないよね、笑えないよね。初見さんいらっしゃい、すごいよね。OK。いや、すごいんだよ、本当に、この人。金への執着もすごいんだよ。そうそうそう。OK、次いきます。自分に決まってるだろうと。自分で弁護士費用払うんだよって言って。ここまでして旦那に金を払えると思ってる。お前すげえなっつって。費用は高いんですかね、旦那が払うんでしょうか、もう勘弁してくれと。もう、大草原ですよ。すいません。やっぱり自分で払うんですよねって。まだ家計は一緒なので旦那が一括で払うのかと思ってましたって。まだ家計は一緒なので旦那が一括で払うのかと思いましたって。すげえな、ほんと。いやー、でもね、俺の予想なんだけど、なんで配信だったら面白くないかっていうと、こんだけ小悪魔だとか可愛いって旦那が言ってるから、こいつ美人なんだよ。だからね、バカなリスナーが囲ってたと思う。要はね、炎上はしたと思うんだけど、笑えなかったと思うよ。多分この人美人だと思わない？この人超美人だと思いません？だからね、生放送だと面白くないんだよ。文章ベースだと多分面白かったと思う。だから成立してるんだと思う。要はね、魅力があるんだと思うよ、この人。勝手な予想だけど。じゃあ行きます。家計が一緒って、じゃあお前は慰謝料で旦那の稼ぎから払うのかよって、今やあなたと旦那は敵同士で、旦那の弁護士にとってあなたは敵なんだよって、そもそも相談できると思ってるのが間違いなんだよって。弁護士っていう争う側の片方につき一人ですよって。あなたが弁護士に相談したいなら実費で弁護士雇わないとダメだよって。勘弁してよって。もう、笑いすぎて仕事できないと。そう、天然っていうか、もう天然なんだよ。もしかして、ここが面白いの。お前もしかして、旦那が依頼した弁護士に頼もうとしてないかって。わかる？わかる？要は、さっきの文章、ここ覚えといて、ここ覚えといて。旦那がなんか調べないといけないことがあるとか、要は、弁護士から電話番号はもらいましたとか、相談って、ここ、ね。旦那と来た弁護士です。またバカでしたか？何かあったら連絡するように言われましたっつって。こいつ、もう底抜けで、要は弁護士って、旦那が連れてきた弁護士に、何かあったら相談、連絡してくださいって言われて、旦那の弁護士を、旦那の弁護士に自分の弁護を頼もうとしてんの。すごいでしょ？まさかの、まさかの、もうすごいのよ。で、そういう意味じゃねえよっつって。それはあなたとの話し合いについて、旦那の弁護士として話し合いますって意味で、お前の相談を受けるって意味じゃねえからっつって。もう天才なのよ。ああ、すいません、また勘違いしてましたって。旦那の弁護士は旦那しか味方しないということなんですね。好意的に受け取ってしまいました。自分で探した方がいいですねって、相手には訴えられない、相手には訴えられないと言った方がいいですねって。要は浮気相手ね。突き抜けてるよね。なんで旦那の弁護士が、逃走相手のお前弁護すんだよって。もうダメだ、笑い死にするって。すいません、少し落ちます、また考えてきますって。そのおつむで何考えるんだよって。合意の上です。愛し合っての恋です。なんて言ってた真男は一日で手のひら返したっつって。っていうのが、終わりです。はい。はい。まあ、こっから先なんかあったかな？最後出てく、あ、まだあったわ、まだあった。ごめん、今終わりだと思ったけど、最後行きますよ。オチですよ。オチです。オチです。もうここで終わりだと思ったけど、まだあったわ。今、マジレスいるんだけど、とか、もう要はみんなでミーティングしてんのよ。要は両方ともいなくなって。
しかし見事にみんな旦那降臨のことは言わないなって感服した。要はこれだよみんな。要は奥さんが来るときは旦那降臨したこと言わないでしょ。これがプロリスなのよ。今さ何でもペラっちゃうでしょ。鳩飛ぶでしょ。この頃の2チャンネルとかって嫁にバラされたらダメだっつってみんな旦那が見てたよとか言わなかったの。ここが昔のネットとの違いなんだよ。みんないじりはするんだけど、うまいのうまいの、これがプロなのよ。要はネタバラシをどうやったら面白くなるかをみんな考えてたの。そこここここここがね、生放送の要は最近のリスナーとの違いなんだよ。こういう文化が好きだったの。しかし見事にみんな旦那降臨のことは言わないよなーって感服したわーっつって空気読んでんの。言われてみればみんな長く楽しみたいんだなって。要は引っ張るっていう概念があるのよ、ここに。うまいよね。そう、泳がせるんだよ。で、来た来たよ、行くよ。すいません、まとめるとちゃんと全部話した方がいいってことですか？慰謝料が高いってなると調停ってことですか？でも旦那は調停受けないかもしれない。そうなったら裁判になって、離婚がダメだったら審判離婚でダメだったら裁判離婚ですよね。要はちょっと賢くなっていってんのよ。慰謝料は400万円ぐらいなら払えそうです。なんとか家族でします。あと相手からは訴えられることはない。浮気相手も慰謝料を旦那に払うだけ。この場合私と相手は別々に払うってことですよね。弁護士は自分で探すってことですよね。タイミングが難しいです。審判離婚の時でいいでしょうか？ネタみたいですが私がバカです、すいませんって。ちょっと反省し始めたのよ。要は考えてきたんだよね。でだんだん飲み込んできたの。でこれね、なんでこっちのスレにって、これどういうことかっていうと、旦那さんが相談してた方に書いてんの。これまとめサイトだから1個のスレッドに見えるけど、これね、要はね、旦那さんが相談してた方の板に書き込んだのこいつ。わかる？要は旦那が生主で、嫁も生主で、なぜか相手の方にコメント書いてるみたいな状態になったのよ。すごいでしょ。なんでこっちのスレに書いてんのって。で、浮気相手のことは好きじゃないのに捨てられた？旦那のことは？とかいろいろあって、ここは何ですか？旦那？ってこれで気づいちゃうの。これ面白いでしょ。なんでこっちのスレにっていうので、ここは何ですか？旦那？ここいい流れだろ。ここでようやくいろいろ発覚するのよ。そう、旦那が書き込んでたことをようやくこいつは分かるの。本物？っていきなりこっちに来てそんなこと言われても俺ら分かんねえよって言って、貼られていた URL から来ました。旦那ですか？いいよねこのリアクションで。旦那ですか？っていいね。いや旦那は来てないけどさ、内容が同じです。旦那もここで相談してたということですか？いや、別人だよって。みんなフォローしてんだけど、パート3のトリップが一緒です。要はここでこれが一緒だっていうことに気づくのよ。要はなんで私のトリップと旦那のトリップが一緒なのって気づくの旦那。まあトリップが同じなんてよくある話だよって、もうみんななだめ込もうとしてんの。わかる？これやばいやばいってなってんのよ。このネタ終わっちゃうってなってるから、本物とか、いや意味わかんねえよとかさ、さっきまでさ、かしこでさ、アドバイスしてたのにさ、いや旦那は来てねえけどなとかさ、ここいいだろ。これがネット文化だよね。なんかなんでこっちとかさ、しらばっくり始めたの。本物とか、いやわかんねえなとかさ、いや旦那って来てないんだけどねーなんつって、内容が同じです、旦那もここで相談してたんですかって、この一体感がたまんないよ。で別人だよとかフォローしてんのね。トリップが一緒です、トリが同じなんてよくある話だよつって、書いてる内容が同じですって。要は浮気の内容、私たちの裁判の話が同じです、ここにいたんですねって、今も見てるんですかって、今も旦那見てるんですかってなるのよ。で、まあたまたまだよって、たまたま似たような話だったんだよって。でということは、妻が浮気をしてしまった気男スレだから、既婚男性スレだから、不浮気嫁の方はもう帰れと、要は別の方に行けよって言ったら、また騙された、本当にムカつく、
ここいいね。キャラがいいんだよな。また騙された。本当にムカつく。92がここでまた逆切れすんの。うん。騙してたのはお前だろ、カス。被害者ぶってんじゃねえよって、もう、ミオは我慢できなくなったのよ、みんなも。旦那がその気なら私もやります。お邪魔しました。旦那がその気なら私もやります。お邪魔しましたっていう謎の文言ね。謎の文言を残して去っていくの。私もやりますって、散々お前浮気相手とやりまくったくせにこれ以上何するってんだよってツッコミがあって、で元のスレに帰るの。要は自分が元々相談してたところにいて、旦那がいますか、いないから安心しろよって、あのスレは旦那ですか、知らねえよって、なんで旦那だと思ったんだよって、向こうに旦那のスレッドがあったわけが分かりません。ショック受けてんの、怒ってるし。旦那以外の男とやっておいて2ちゃんに慰謝料をもらえると思って相談してきた、おめえの脳みその方がわけわかんねえよつって、みんな知ってたんですかって、見るなら出てこい、証拠なんて見るなら出てこい、隠れて証拠なんか取るな見てるなら出てこい、隠れて証拠なんか取るな、発狂すんのここで末期の証拠なんて堂々と取れるわけねえだろうどうした、まともに口も聞けないくせに偉そうなことばっか言うなまともな口聞けないのはお前だろ常識的に考えて悪いのどっちって、お前がやってるのはただのダダンコだよって、きちんとけじめつけろよ、電話出ろ、お話は弁護士さんを通じてください、旦那さんはあなたと直接口を聞きたくないみたいだよって、すいませんみんな知ってたんですねって、だから何よって、旦那と旦那さんが、私の旦那がここで相談してたことです、旦那が来たのお前ここで相談してたの、お前旦那に喋ってからだろって、いやお前が先じゃねえかって言ってんの。 URL 見て向こうに行ってびっくりして向こうに書いてしまいました、ああもう全部手遅れたあのさって、今の状況分かってるって、もう全部手遅れだって書いてるけど、こんな言葉普通出てこないって、手遅れとか手遅れどころかもうとっくに積んでるんだよって、金かね騙された手遅れ、いつからお前が被害者になったんだよって、散々旦那騙しておいてどの口が言うんだよって、私が悪いのは分かってます、でも証拠を取られて陰で2チャンネルで相談して、木曜に、要はこの前私の相談を受けていたのは納得できないです、でも全部私が悪いんですよね、陰で2チャンで相談したのはお前が先だろって、っていうか自分も2ちゃんで相談しているのにどの口で言うんだよって、下の口だろってもう面白いよね、このツッコミ好きなんだよね、お前どの口でお前言ってんだお前って、下の口だろってここいいよね旦那は昨日初めて来たんですかって、昔から2チャンネルをやってたのは知ってました、なぜわかったのか、トリップが一緒です、トリップってこれね、カメラ要はカメラで撮られてたのかなって、これも家だから問題なしなんですかねって、盗撮をまた疑ってんの、カメラですかねに対して、あんたアホだなっつって、どうせトリップはインターネットエクスプローラーのクッキーそのままにでもしてたんだろうお前がって、でも全然聞かなくて、家の中にカメラがあったんですね、辛いです、全部撮られてたんですねっつって、辛いのは旦那だけだよって、もうお前が被害者顔すんなよって、お前と浮気相手の盗撮ビデオが流出するのも時間の問題だなっつって、勝手に妄想しないで、もう要は過去、要はログぐらい読めよバカ女っつって、最初に打ってからいちいちトリップ打てないんでしょって、それがヒント、パソコンが記憶してたのを消せなかったのが原因ですねって、やり方わかりませんって、どちらにしろ何もかも手遅れみたいです、クソ女ですねって、今頃手遅れって昨日の時点で手遅れかける1000ぐらいだよ、結婚前に男を整理してなかった時点でお前の手遅れだよ、でそんなこともわからずに一般常識も
ないあなたは知恵遅れだよって、ここで韻踏むのがかっこよくない？こいつかっこいいよね。結婚前に男を整理してしなかった時点で手遅れだけど、そんなこともわかんないで一般常識もないあなたは知恵遅れだよって、ここで韻踏むのもかっこいいよね。もしカメラがあったら公開されるんでしょうか、重要な証拠が出たら公開されるよって、そうそう世界同時通信つって同時公開だよって嘘をつくんだけど、家ではギコナビを使ってました、なんかツールだろうね。今実家のパソコンです、記憶の消し方わかりません、これも父親に見られるんでしょうか、見られるでしょうね、ご愁傷様ですって。父親が直接見なくても旦那が丁寧にプリントアウトして郵送してくれるよって、お宅の娘さんこんな風に考えてるようだよって、旦那は苦しかったと思います、私が身勝手でした、すいませんでした、でもビデオの公開はやめてほしいです。これは浮気相手のパコった、要は証拠のビデオね、パコったビデオのことね、そう記録なんだけど、もうね、要は天然なのよこの子。じゃあ示談で済ませてもらいなって、相場より高めの慰謝料払えよって、旦那の言う金額を受け入れるということですよねって、なんとか働いて払います、それが一番いいですよね、家は売りたくないですここがなんでこいつ最後に持ってくるんだろうな、そうこいつ天才なんだよ本当に、家は売りたくないです、いやもうね本当ね、もうこいつ天才すぎるでしょ、もうお腹痛いの分かるでしょ、家は売りたくないです、誰の家って名義がお前の家でなければ売ることもできないよって、あのさって、家は自分のじゃないんだろうって、多分旦那認めないよって、私の実家を売ります、マンションですけど、父はそうするしかないと言ってましたが、分割なら売らなくてもいいかもしれませんお前が働いて返せよさんざんさ悔しいとかもう頑張って返すって言ってるくせにさ、結論がさ お父さんの実家を売るんだよすごい発想だろ、うん、お父さんがもうかわいそうでかわいそうでさ、親に赤っ端書かせた挙句に家までぶんどるのかと、すげえ娘だなって、親に迷惑かけんなよって、またじゃなくて頭も本気で緩いなと、旦那が家のお金を拒否すれば私一人で払うしかないということですかってその通りです、ただ旦那も早く縁切りたいだろうな、その時は売るしかないね、浮気相手も同じ運命になるかもしれんが、お父さんかわいそうって私はカメラで撮ってませんまた始まるんだよ、私はカメラで撮ってません、旦那が盗撮してたのを公開されたくないんです、お父さんは泣いてましたって、当たり前だろ、泣かせたのはお前だろ、親が必死に働いて買った念願のマンションをバカ娘のために失うのかつってバカが不倫するとほんと実家ごと崩壊するんだねつって、製造した責任ってことか、子育てって大変なんだなって、これは本当にひどいですね、あこれ旦那さんね、これ旦那さんの方向に、これはひどいですね、本当に申し訳ありません、電話します、ここに書き込むのはお互い非常に危険なようです、頼むお互いここで書いてくれってここがいいよね、もう面白くなってるから、頼むお互いここで書いてくれって、要は旦那さんがもうこれを監視してて、自分のスレッドの方で、あーってもう本当にすいませんって、もう要は嫁に電話すると、元嫁に、元嫁つが嫁に、でここで書き込むのはお互い非常に危険だわって、で頼むってここで書いてくれって、なんでそこまでアホなのか聞いておいてって、電話の結果も教えてくれって、これ以上は危険だと判断しました、暴走しかねません、もう十分暴走してんだけどね、実家に電話して注意しました、弁護士の助言の上です、申し訳ありません、これ以上ここで書き込みすることをやめます、失礼しますっていうことで、まああーでもないこうでもないっつって、すいません旦那はこれ奥さんの方ね、す
すいません、旦那はここを見てました。向こうに書いてある通りです。家に電話がありました。すでに書くのを続けると対策すると言われました。皆様に謝罪するように言われました。本当に身勝手な内容で相談してすいません。嵐みたいになってしまってすいませんと。許してください。これで最後にします。ありがとうございましたと。で祭りが終わったと、うん、はい、ということで伝説の92という、これが92っていう、紹介でした。確かに小悪魔的だったわ。92の魅力にみんな首ったて系だったんじゃないかって納得したわつって、うん、はい、ということで、僕が昨日大爆笑した伝説の92というお話でした。いやもうね、旦那さん本当にね辛いけどお幸せになってください。いやー、ずいぶん古いの引っ張り出してきたね。いや面白かったね。バーガーありがとう面白かったでしょ。うん、いや本当になんか、なんだろう、旦那さんはね辛いだろうけど、なんだろう、人間的な魅力がすごいね、92のね。ねえ、どんな人なんだろうね。面白かったね。みんなも最後まで聞いてくれてありがとう。400人も聞いてたの？ありがとう。花火ありがとう。いやーね、これはね、なんか漫画とかで引用してもいいぐらい面白いと思うよ。プロの作家がこれインスパイアしてね。古き良き時代だね、ネットの。バーガーありがとう。いや、これ最初から見るともっと面白いよ。どうなったんだろうね、その後ね。いやー、面白いのを見つけたら紹介しますよ。2チャンネルの伝説の92ですね。周りっていうかね、わ、でも、これって俺らもいろんなものが学べて、コメントってこうやって書くんだっていうエッセンスがいっぱいあったでしょ。バーガーありがとう。そう、わかった。要は、これってネタをみんなが黙ってたら面白くなるとかさ、今何でもかんでも鳩とかさ、パフェありがとう。何でもかんでも鳩飛ばしたら面白くなるとか、ネタバレしたら面白くなるって意味が分かったでしょ。この昔のネット文化を分かってる人たちっていうのは、おい空気読めよとかさ、分かったでしょ。そう、空気を読まないとこの流れにはならないんだよ。みんながシッシッっていう空気感、そう、ギャラリーの一体感とか、そう、なんて言うんだろう、なんつうの、そのなんつうの、その引っ張り出すためにすり寄ったりとかアンチになったりとか駆け引きがすごいでしょ。いやお前さーとか言ったり、いや辛かったろ、全部話せよって引き出し方もうまいじゃん。そう、こういうのが これがもともとこの人たちがニコ生を見つけたので、ニコ生に移動したんだけど、もうね、要はなんでいなくなったかっていうと、つまんねえなって、こいつら何にもコメント分かってねえじゃんって言って離れちゃったの。だからさ、たまにさ、ふわっちでもコメントプロリスいるでしょ。こういう人を大事にしないとダメだし、俺らもこのノリを大事にしないといけないから、このノリは守ってこうよ。俺らが、俺らも学んで、初見が来た時に面白いワードのリスナーって言わせようよ。うん、もしよかったらフォローしてね。面白いものはどんどん紹介していくんで。いやこれは当時見つけたらね、書き込みたくなるでしょ。そう、最後は楽しませてくれてありがとうなで終わるのが礼儀なのよ。まあ笑ったよとか、そうそうそう、これが良かったんだよね。生放送では難しいんだよね、ちょっとね。文字オンリーじゃないと、いやできるよできるよ、そう、粋だったんだよ昔は。だからね、こういう人たち、要はネットって昔、パソコンもどれくらいだろうな、多分ね、この頃ってパソコンね、10個の家庭があったら3つの家庭ぐらいしかパソコン保有してなかったんだよ。多分半分も保有してないんじゃないかな。で、あとはその、要は特定の人たちがマイコンって呼んでた時代だよね、多分。マイコンピューターって呼んでて、あ、もそんなに古くないか、10年前だから、11年前か。そう、スマホが出始めぐらいだから、でもまあまだ普及してない頃だから、なんかね面白かったんだよ。水増しではないよ。そうそう、誰でもね参加したわけじゃないんだよ。そうだからね、冷めちゃったんだよね、ネット民たちが。もうこの頃はマイコンじゃなかったかな。あー、アイテムありがとう、アイテムありがとう、皆さんアイテムありがとうございます。フォローね、ふわっちのフォローと YouTube のフォローと Twitter のフォローがあるんで、ぜひ、ツイッターでもこれ URL 貼っとくんでね、ツイッターもぜひフォローしてください。
いやー面白いね。面白い。なんかみんながおすすめのとかある？普通に雑談しようね。こっから先は。おはよう。おはようございます。いやー面白い。なんか面白いねやつがあったらぜひあの DM とか LINE とかで紹介してもらいたいですね。なんかネットっていいなって思ったよ。配信者はまあこの頃はどれなんだろう、スティッカムとかかな。そうだよ、リスナーさんが面白いっていうの分かったでしょ。本生主じゃん、要はスレン主は。ハートありがとう。そう、電車男もね、愛情あふれるストーリーでよかったよね。オタクでひも手の人たちが恋愛頑張れ恋愛頑張れ、そう、あれはあれでなんかそうオタクの心をすごい掴んで、しかも純愛なんだよな。フォローしてくれた、ありがとう。よかったよかった。でもみんなが笑ってくれて。タバコはやめないよ、俺が好きでタバコ吸ってんだからいいじゃない。あー、たくさんフォローありがとうね。桜を見上げるタンポも知らない。もしよかったらおすすめのスレッドとか、LINE とかさ、できれば DM とか Twitter で教えてもらえると嬉しいね。ログが残る形で、そしたら俺暇な時配信外で読んで勉強できるからさ。で、面白かったら俺の放送で、広めるから。あのね、だけど全部が全部面白いわけじゃないんだよ。俺が好きだった2チャンネルっていうのはこういうやつが好きだった。要はドラマがあって。要は人の悪口ばっかりじゃないけど、今さ、タヌキも2チャンネルも悪口ばっかりじゃん。これは2チャンネルだよ。和道さんと一発やりたい。ごめん、俺は一発やらないよ。ごめんね。お気持ちは嬉しいけどさ。配信者として好きになってよ。そう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 。面白いコメント書いたらヒーローになれた時代があったの。金梅さんの昔のブログ時代は知らない、俺。もともとね、ブロガーであって、2チャンネルの有名コテハンになって、生主の中でね、3つ当ててるんだよね、あの人。そう、意外とね、だから、金梅さん生主有名だっていうのを間違ってて、もともと超有名ブロガーだったの。いや、ブログでキチガイやってたの。で、ブログの閲覧が少なくなったから、2チャンネルで、バカなことやってたの。で、2チャンネルのが人がいなくなったから、後発組で生主始めたの。3回当ててんだよ。3回当ててんの。あのね、ブログが先だって言ってた。金梅さんに裏取ってる。ブログ、2チャンネル、生主だって。ブロックはね、リスナーさんの方にお願いしてる。申し訳ない。バーガーありがとう。連投はね、やめてほしいよね。まあだから、素人なんだよ。空気読めないんだよ。ブロックはリスナーさんの方で整理してください。いや、本人に聞いた、本人に聞いた。本人に聞いたから。ああ、オカルトイザの怪しい集落を見つけましたとかね、キサラギとかね、あと、鮫島事件とかも面白いよね。そうそう、ツイキャスではね、もう支援受けられるサービスが始まった。にちゃん面白かったね、あの頃はね。いい時代だったよね。和道さん好き、ありがとう。ありがとう。鮫島事件未だにやってるよ。もうかそってるけど、鮫島事件っていうスレッドは配信者の鮫島さんの名前の元ネタ。そう、鮫島事件は口にするなって。鮫島事件みんな知ってるもんね。鮫島事件知らない人いないよね、この中にね。鮫島事件はみんな知ってるよ。ねえ、知ってるでしょ。264号さん知らないの？やっちゃったよ。知らない人いる。あ、ごめんごめん、絶対調べないで。あ、やばい、やっちゃったわ。いや、あれはダメでしょ。やばいわ。あー、やっちゃった。あ、どうしよう。あのね、鮫島事件は調べたらダメだよ。消されるからね。いやー、知らない。あー、やべえ、やっちゃったよ。あ、ダメダメダメ。鮫島事件はダメダメダメ。やっちゃったよ。あ、どうしよう。あー、もう、せえわ。
調べたらダメだよ。絶対調べたらダメだよ。消されるよ。手遅れになるよ。いや、ほんとごめん。忘れて、忘れて。YouTube カットしとくわ。あ、ダメ。調べるな、調べ。止めて、止めて、止めて。止めて。253号さん、止めて。止めて、死ぬぞ。やめろって、ああ。やばいよ、どうしよう。でしょ？行方不明になったでしょ？知り合い。ああ。いやーもう、いやーごめんごめん。知らん、俺責任取らないよ。俺責任取らないよ。ああ。いやー手遅れでしょ、もう。いやーダメ、絶対鮫島事件は調べたらダメ。まあいいや、この話はやめよう。やめな、俺が古いネタ引っ張り出したのが悪かったんだよ。ああ、鮫島事件ね。調べたらダメって日本が一番抱えてる闇の事件じゃん。日本最悪の事件って言われてんだもん。マスメディアも誰も報道しなかったもんな、当時。あんなネットの中でしか起こんないでしょ。まあ日本の暗部だよな。ごめんごめん、俺が悪かった。もう、いやいや、もう知らないよ、俺は責任取れないよ。ねえ、ネタにしたらダメなのにね、ごめんごめん。鮫島事件を調べたら慰謝料が減りますか。おい、どっから湧いてきたんだよ。おい、どっからこんなコメント力高いやつ湧いてきたんだよ。すいません、鮫島事件調べたら慰謝料は減りますか。嬉しいな。俺のことフォローして。俺の枠にはあなたが必要だよ。まだいたんだね。こんな面白いコメント書く人がね。いやわかる？なんで僕のコメント拾わないんですか？なんで拾ってくれないの？違うでしょ？こんな面白いコメント拾うに決まってるじゃんね。これだよ、みんな。これだよ。いや、笑うでしょ。慰謝料減りますか。これが天丼だよ。うまいね。ね、うまいね。いや、すごいね。82号さん誰なんだろう。誰なのか知りたいな。まだ決着ついてなかったのかってね。飯は食えてますね、おかげさまで。アイテムたくさんいただけて嬉しいですよ、本当に。みんなのおかげでね、こういうことできてるから。だから、みんなはさ、こう、休み時間が限られてるわけよ。でも、俺は仕事で、その、面白いものを提供しないといけないから、やっぱりね、のんちゃんは知ってるんだけど、ずーっとネットでネタを探してるの。便所さんもそうだし、みんなそうなんだよ。プロで雑談やってるって、お前遊びだろうとか、小好きだろうって言われると腹立つのは、ね？腹立つのはなんでかっていうと、俺ら必死に本読んで、必死に動画見て、必死に面白いこと面白いことってネタをこう考えるわけですよ。みんなに喜んでもらって。それでさ、みんなが笑ってくれたら面白いじゃない。そう、例えば11年前のデータですよ。そうそうそう。それをやらなくなったら俺はプロじゃないと思うのね。だから、なんつうんだろうな。ありがたいよ、本当に。みんながこう、ね、ワド、お前暇なんだからお前面白いことを調べとけよっていうさ。で、それで飯食わせてもらってんだもん。今からワドに、どうぞどうぞ。そう、僕でオナニーするのは自由ですから。そうだね。でももう、こじきっていう概念もそろそろなくなってくんじゃないかな。ツイキャスもニコ生もやったってことは、もう要は全部の、ほぼのサイトが課金をやるってことだから、投げ銭やるってことだから、こじきって概念はなくなる。だってさ、まあ、みんな知ってると思うけど、うちのリスナーさんはみんな知ってると思うけど、缶コーヒー1本もらったらさ、こじきって言われてたんだよ。リスナーさんがリアドして、缶コーヒー飲めよって。これで叩かれてたんだよ。ねえ、缶コーヒー受け取れないんです。ごめんなさいってやってたんだよ。リスナーさん、物はダメなんですって。だから時代は変わってくんだよ。いや、まあまあ、喋りでね、食いたいと思ってたから、本当にありがたいよ。そう、土下座したりね、缶コーヒーもらって土下座なんて考えられないよね。いや、みどりさんが悪いんだよ、みどりさんが。面白きやチップ。ありがとう。そう言ってもらえるとすごく嬉しい。面白い時はチップ払うよって。
世の中変わってくね。うん、まあまあ人気商売ってやつだよな。大道芸人だよ。うん、だからこれをさ、面白いって言ってくれてるファンの人たちが支えてくれてんの。要は常連さんができてくるわけじゃん。おめえのトークなんだ、たまには面白いじゃねえかよっつって、なんだよ次も面白い話しろよっていうのがフォローだから、また見に来てやるよって、家近所だからよって、それは行きじゃん。ありがとうありがとう、昼休憩にまた来て、ありがとう、相手もありがとう、お仕事頑張ってください、バカありがとうございます。そうそう、チップだよ。本来はだから企画をやります、俺がこれから面白いことやります、だからお金くださいってダメなの。俺はこれ嫌いなの。あくまで今から面白いことやります、どうですか、面白かったですかって言ってもらうのが好きなの。うん、ハートありがとうございます。ランチは食べてない、寝起きだね、寝起きで食べてないですね。でもう昨日の夜に絶対これはネタにしようと思って、で本当はねツイッターで先に拡散したかったんだけど、まあやっぱ生放送のね喋りで食って、生放送が俺は一番だから、生放送で話した後ツイッターで紹介しようと思ってさ。そうそうそう、ハートプレゼントありがとう。ただねやっぱね自分の喋りじゃないから、ありがとうございます、花火ありがとうございます、ありがとう、すいません高額なチップありがとう。うん、いやワドニーは全然いいですよ。うん、なんだろうな、なんかでも文字ベースの文化っていうのがなくなったのはちょっとな、もう2チャンネルが面白くなることないよ、もうない。で今放送でさ動画で見れるから新しくなったけど、次は何が来るんだろうな。俺でも10年後俺ら言われてるかもよ。要は10年後の新しいコンテンツでさ、こんなのがあったんだよっつってさ、うわーってゲイがキスしてるよとかさ、ねえロハゴ事件とかさ、やられるんじゃないの。うん、ねえ2ちゃんはもう無理よ、だって動画で見れた方が面白いもん。あ、おかゆ食べた、もう2日目だから完全に大丈夫よ。うん、そうそう、ドレさんはキャラクターがあるから生き残るよ、大丈夫だよ。うん、まあでもライバルだからね、ライバルだから、ドレさんとは俺の方が面白いってやり続けないといけないんだよ。うん、俺の方が面白いって、そこがねやっぱ慣れ合いすぎだよ最近の配信者。友達だよね、仲間だよねって、違うだろうって、俺の方が面白いよってプライドねえのかっていう。なんかね、もうホストとか友達とか、なんかキャバクラとか風俗みたいになってて、俺はネタ作ってもらいたいんだけどな。俺ね、ノロウイルスで倒れてた。うん、そうだね、もう本当に、なんだろう、便所の落書きになっちゃったね。本当の本当の。むしろコンプレックス持ってる人のなんかね悪口場所みたいになっちゃったのね。そうそう、だからそう、鮫島さんも仲いいよ、テルも仲いいよ、光くんも仲いいよ、でもドレさんとも仲いいよ。だけどさ、言いたいことは言ってるじゃん、みんな仲良くても、いや違いませんかってやるじゃん。これが本来の生主としてのポジションなんだよ。自分のリスナーさんは要はお前の考え方に賛同してくれてるって言ってんだから、持論を持てよって思わない。お前についてってんだよ、お前が慣れ合ってどうすんだって。別に仲いいのは別にいいよ、ただなんだろう、過剰にやってる気がして俺は嫌なの。向こうのリスナーを媚び売るってさ、要はこっちにも来てくださいよってことでしょ。いい人ぶんなよ、俺らゴミクズなんだから、ゴミクズなんだからよ、尖ってなんぼだろ。俺はね、2チャンネル見てたっていうか、そんなに2チャンネラーではなかったね。俺がね、初めて2チャンに触れたのは、友達がすっげえ面白いもんあんだけど来いよっつって。で、ラックがあって、机があって、バッてこう布を取ったらパソコンがあって、マイコンうちあるんだよっつって。今から接続するからっつって、ケーブルテレビでネットし放題。電話料金かかるけどネット代は無料みたいな時代で。ケーブルテレビが安かったのよ。だから当時ね、2万円ぐらいかかったのかな、ネットし放題と、あと電話料金。俺は VIP とか見ない。で、その友達が2チャンネルを初めて見せてくれた。うん、だから俺はどちらかっていうと2チャンネルの後だね。スタービーチとか、ミクシーの本当の初期のミクシーとか、うん、テレ放題ってやつね。
そうそう、コラボはね、オプションというよりもね、あのコラボがメインになったらダメなんだよ。だから金魚の糞みたいになるの。要は大手にするよってごますって可愛がってください。でピンになると閲覧30とか50になって、そんな配信者腐るほどいるでしょ。何々さんって、何々さんって、お前の今の閲覧はお前の実力じゃなくてその何々さんの実力なんだよって、勘違いすんなよって、ピンでやれよって。ピンでやんないと。アメゾー掲示板が2チャンネルの元で、アメゾー掲示板が流行ってるのを見て2チャンネルのひろゆきは丸パクリしたので、2チャンネルって作って、アメゾー掲示板に、噂によると攻撃を仕掛けたりとかしてサーバーを落として、こっちに2チャンネルありますよって言って誘導していった。でいつの間にかアメゾーに不信感がたまって、全く同じ機能の2チャンネルが定番になった。今日はそうですね、アイテムたくさんいただいてますね。うん、ありがとうございます。うん、今日はねすごくなんかみんなといい時間を過ごせてますよ。自分の配信で大手の名前出すっていうかね、別に出してもいいけど、それ面白いのって、悪口ばっかりなんだもん。俺は嫌い。うん、俺はねアメゾン見たことない。ひろゆきさん頭いいよ。そうそう、要はね仲いいのは構わないけど、仲良しごっこを見せられてもリスナーはつまんないわけよ。いや、コラボしてネタやるんならいいよ、2人で。俺とお前が組んだら面白いってやってネタを共同でやるんならいいよ。仲いいよね、友達だよね、ご飯美味しいね、何が面白いんだよそれ。それ見せられてる方何が面白いんだよな。俺はね、もともとね、何かがあってそれを評論したり紹介するっていうのが好きなのね、もともと。もともとそっちが畑。今日はたまたまだよ。要はこんな面白いのあるの知ってるっていうタイプ。要はドレスさんのこととかじゃなくて、別に。だから、じゃあ、俺が言ったことが、こうやに感じるのか、まあ、ジェダイさんに感じるのか、ドレスさんに感じるのか、あなたが、フィルターがかかってるからよ。俺はそうじゃなくて全体を言ってんの。そういう配信者は嫌いだって。金魚の糞はダセーってことよ。うん、自分のペラでリスナーさんのファンの心をつかめよっていう。うん、そう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 、エンタメっつうか芸人だろ。うん、え、俺アウトロー配信者じゃないけど。俺アウトロー配信者じゃないよ。うん、あなた俺の放送見たことないんだよ。俺のことアウトローだってみんな。こんな枠アウトローやる？俺オタクだよね。俺あオタクだよね。うん。どう思う？アウトローの要素なんか一つもないよね。うん。こんだけ喋っててさ。こんなアウトロー見たことねえよ。おう、そう、心霊系はあんま好きじゃないな俺。うん、まあまあアウトローの本来の意味で言ったらね、アウトローっていうかドロップアウトだろ。うん、ロハコとキスしたんだからいろんな意味でアウトロー。まあアウトローか。いやー、まあまあいいんじゃない。うん、俺は印象操作なんかするつもりないよ。うん、好きにして、みんなで好きに受け取って、うん、別に俺はいい人ですなんて言うつもりないから。ポチエム対策っていうか普通にボクシングでぶん殴り合うだけだからな。強い方が勝つってだけでしょ。俺は対直樹兄さんの練習しかしてないよ。ゆかち嫌い俺は。あ、そうそう、ホラー映画で一番最初に死ぬタイプね。
和道さんにはどれだけ救われたことか。ああ、そう言ってもらえると嬉しいな。ありがとう。なあ、みんなが笑ってくれたらそれでいいよ。ポチ M 戦配信どころか観戦もさせるよ。リスナーさんが見学したかったら、席に座って見れますよ。このリングの上殴り合って。で、カメラは、なんだろう。この客席には映んないようにするから、見学した人を、募集してるんで DM ください。3月の25日に、夜の19時から、ヒカルくんと、テルチャンビンと達彦と俺が演者で、解説枠、要は枠回しは俺の枠でやるんだけど、鮫島さんに、枠の回しはやってもらいます。で、練習をやった後最後に、リングの上で決着つけます。はい。だからソファー座って、まあ飲み物でもゆっくり見ながら、観戦できるんで、25名限定ですね。あ、ガチでやりますよ、ボクシング。来たい人は連絡ください。先着順です。まあ、多分ね、ヒカルくんのリスナーさんとか、テルのリスナーさんで、リアトツいっぱい来るだろうから。デスマッチはやんないよ。うん。試合、ボクシングね。うん。慣れ合うつもりはないっていうよりも、俺は本気でやるよ。怪我も、覚悟しろって言っといてよ。場所は横浜。うん。場所は横浜です。そういう場合、花火って分けたりするの？花火とかは分けないね。うん。それが希望だったらいいよ。例えば、なんだろう。あ、花火でも、まあ、自爆でやればいいんじゃないの？練習会お疲れの後にヒカルくんに投げたりとか、俺に投げたりとかでいいんじゃない？俺の枠でやるときに、それはリスナーさんに任せるよ。なんか、みんなに分配とかは特にやんない。それぞれの、家帰ったときに投げてあげればいいじゃん。だって、そしたらさ、テルが爆投げしたときにみんなで分けようっつったらさ、いや別に達彦に投げたわけじゃないんだけどってなるでしょ。あ、俺も怪我するよ。うん。まあまあ会場特定できちゃったっつってもね。うん。リスナーさん呼んで企画やるわけだから。もちろん勝つつもりでやるけど。うん。殴られ、やだよ。リスナーさんの方が強いに決まってるじゃん。見に行ったら旦那が払うんですか。もうしつこいよ。しつこいよ。見学料は旦那が払うんですかって知らないよ。もうしつこい。もうお腹いっぱい。さっきのがピークだから、もう欲張りだよ。飲食持ち込めるよ。うん。持ち込める。こっち側では用意しない、特に。直樹兄さんめっちゃ強い。うん。前見た？あ、そう。トレーニング、どっか動画があんの？ URL 貼ってほしいな。対策したいな。うん。キートスについては、まあまあ、いい投げ銭システムだなっていうのが印象だね。うん。会場にフードはない。だから、まあコンビニかなんか持ち寄って自由にやってもらう。まあ、飯とかは食えるらしいから、酒とかはこっち側で用意はできないから、まあ、弁当買ったり、つまみ買ったり、ポテチ買ったり、ドリンク買ったりして、まあ、みんなで自由にワイワイやってっていう。うん。あ、録画はないんだ。どうだった？強かった、直樹兄さん。あ、そう。まあまあ、トレーニングしてるんだろうな。敗者髪切り、優先、有刺鉄線、ラダー、手錠デスマッチ。いや、そういうのはやんないよ。はい、若津。あ、見ればよかったな。それ、リアルタイムで情報欲しかったな。録画残さないってやり方卑怯だよな。配信者かよ、本当に。はい、若津。なあ、配信者かよ。練習ぐらい公開しようよ。あ、早いの？直樹兄さんスピード早かったの？あ、そう。あの体重でスピードあるんだ。え、それネタじゃなくてマジで言ってんの？ポチームは因縁あるどころか、
もうはっきり言ってニコ生時代のナンバーワン囲いぐらいの勢いだったね。店にも毎回来るし、もうプライベートでもね、飯をおごってくれたりもしたし、もうまあみんなが認めるトップ3に入るぐらい、トップ囲いぐらいの勢いだと。でもロハコ事件をきっかけにアンチ化して、で2年間ぐらい連絡取ってないけど、なんか引退するんだってふわっちょで、和道で配信の歴史始まったから和道で終わらせたいって向こうに言われて、はいこんにちは、うつ少し横になった、よかったよかった、早いし重そうだったんだ、オーソドックスだった、左手前だったジャブ、オーソドックスだった。それだけねちょっと不安なの、サウスポーの場合ってそう今練習してんの真逆にやんないといけないからスピードあって重いんだ。あそう、あ見たかったな、そう囲いがアンチになって対戦希望って流れだから古いリスナーさんは知ってるの。アホアホメンと付き合いないよ、相手甘く見てる、いやそんなことないけどな、え、どうだったの？オーソドックススタイルだったの？あ、どっちも打てるんだ。スイッチヒッターか。オッケー、わかった。なるほど。まあ、パンチ力はね、多分俺より重たいはずなんだよ。体重重たいから。なるほど、スピードあるんだね。どっちも打てる。そう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 、ソフトユイガみたいな人、そうメガネかけてる、タオル、頭にタオル巻いてる人、ポチエム。対策はスイッチヒッターの場合どうすればいいんだろうな、ちょっとオーソドックスで来ると思ったんだけど、まあいいファイトだからな、距離潰すから右も左もかいくぐれるように対策するしかないな。いやリーチは向こうの方が長い、フックは多分俺に分があると思うの。あ、そう、そんな強いんだ。それ、どっかにデータねえのかな？ YouTube にも録画残ってない。あ、そんな強いんだ。なるほど。なるほどね。あ、そんなに評価高いんだ。OK、わかった。OK。そうだね。サイドステップも練習しとかないとね。インファイトだけじゃちょっとダメかもしんねえな。なかったか。ちょっと見たいな、それ。それさ、次誰か録画、プロ、なんか動画班いないの？このリスナーさんの中に。ちょっとね、相手の情報が出てなさすぎだから、こっちはバンバン出してるじゃん。どうすっかな。いや、腹バキバキだよ、今、ほら。もう、ボクシング始めて相当経つからね。鍛え抜いてるよ。貫けないよ、これは。だいぶいい感じに仕上がってきた。ちょっとね、ノロウイルスでね、痩せちゃったんだよ。体の水分が抜けて。いや、俺の腹筋は多分大丈夫だと思うのね。ただ、顔面はね、鍛えようがないから、首鍛えるしかねえかんな。だから練習しまくってるよ、もう。俺はいけると思うよ。大丈夫。これがね、練習の道具なんだよ、これ。今ね、これで練習してる。これ。これをのんちゃんに持たせて、こうやって。
いや、これ結構、ボクシングやってる人だったら結構、まあまあ、ミット打ちとこういうのはよくやるよ。うん、これ当たる場合あるの？これを、やってるの。のんちゃんに持ってもらって、まあ、リスナーさんでもいいんだけど、これで叩いてもらって、こういう練習。うん。うん。いや、だからほら、相手がリーチが長いから、のんちゃんの腕短いから、これで長めに距離を取ってもらって、要は入らせないようにしてて。のんちゃんは、これを持って棒で叩いて、入ってこれないように意識して、逃げたり、こう、距離を、こう。で、俺の顎と、お腹とかにヒットしたら、のんちゃんの、勝ちっていうルールで。そういう練習もしてる。最近導入した、これは。まあ、そろそうでしょ。セコンドのんちゃんっていうか、もうチケット買っちゃったかな、のんちゃん。今やってみて。のんちゃん。のんちゃん。のんちゃん。のりこ。のりこ。のんちゃん。のんちゃん。のんちゃん、ちょっと起きて。ちょっと起きて。みんなが見たいって俺の練習。あとで動画で上げてもいいんだけどな。ああ。ちょっと起きて。のんちゃん。悪いね、寝起きなのに。起きて。ちょっと待ってね。のんちゃん、練習ちょっと見たいって、みんなが。練習の成果ちょっと、はい、みんなで練習の成果見せよう。え？ここで。入ってる画面に。もっと前。入った？映ってるかな？映ってる。うん、じゃあ行くよ。はい。もっと本気で来い。もっと本気で来い。ほら、負けるぞ、それだと。本気で。俺が本気だっていうのをリスナーに伝えるから。ほら、本気だよ、のんちゃん。お腹もいいんだよ。フックもいいよ。いいよ、ペース上げよう、ペース上げよう、ペース上げて、ペース上げて、いいよ、そう、ラッシュ、いいよ、伝わってるよ、いいよ、もっと来い、フックもアッパーも、はい、まあまあ寝起きだからね、
寝起きだから、うん、相手にこの情報を渡したらダメだよ。相手にこの情報を与えないでよ、うん、やっぱね、あのピタッとした服着ると体にが締まって、こうなんて言うんだろうな、こう筋肉を意識してるね。これはオフレコ。秘密ね。限定公開だから。限定公開。やっぱりね、あの情報戦でもあるわけですよ、うん、情報量が多ければ多いほど相手は有利だから。頑張る頑張る。でも俺ゲイじゃないよ。ゲイじゃない、うん、いや腹筋してるよ、うん、腹筋やってるやってる。あでもね、あの格闘技やってる人が見たら伝わると思うよ。あやってるなって、あ毎日通ってるなって。捨て頃出るよ、第2試合。ツイッターにも書いてあるから、ツイッターフォローしといて。え、俺出ない方が良かった？俺ふわっちで離脱しないよ。俺はふわっちやる。俺はふわっち残る宣言してる。多分メンタルが一番強いのは俺じゃね？離脱はしないしないしない。俺ふわっち大好きだもん。ふわっち大好き。ナックルズの取材とかわかんない。それはやっぱプロモーターに来るんじゃないの、うん、プロモーターに来て俺には来ないんじゃないの普通は。俺の方には取材とか来てないけど、まあ取材が来たら全然答えるよ俺は。手数料 5% なんだ、うん、いや俺はまあこれでね、ふわっちのリスナーさんに食わせてもらってる身分だから、うん、特にはねえかな今のところ。同時配信するかどうか決めるの俺じゃないもん。だからそれ、あの権利を持ってるのは便所さんだから、俺に言われても俺の企画じゃないから。知らない。後楽園ホールで何があるか全然知らん俺は。まあいいんじゃない、やりたいところでやればいいんじゃん。え、俺花火って昔から花火だよね、うん、昔から俺結構花火アイテムくださいって言ってるよ。昔からだよ、花火ください。堂々と言えるよ、うん、まあでもね、マンスリーポイントとか上げるとか、いろいろやってるからふわっちも。うん、前から変わってないよね。ありがとう、アイテムありがとう。うん、なんかね、ヒカルくんはもうふわっち引退したって聞いたね。ヒカルくんは辞めたって聞いた。あと誰だっけ？なんか結構いるみたいだね。うん、まあ、もともとツイキャスやってた人はね、ツイキャスの方が稼げるんだったら移動するでしょ。まあまあ普通のことだと思うけど。稼げるところでやればいいんじゃないの？あっち行ったりこっち行ったりめんどくさいじゃん。目離れてきた。あ、ヒカルさんバンなんだ。ヒカルくんバンなんだ、知らなかったわ。
ヒカルくんバンか。あ、金梅さんは両方ともやるんじゃないの。あ、鮫島さんは離脱っていうか、まあメインの場所をツイッチかオプレクに変えるって言ってたね。ゲーム配信メインでやってくって言ってた。まあ寂しいよな、ちょっと俺好きだったからさ。鮫島さんの雑談なくなるのは痛いよな。まあ本当に何より嬉しかったのがさ、2月本当に1月が苦しくてさ、2月ね、マンスリーランキング42位になることができたの、本当にみんなのおかげだから、メガホンくれた人とさ、アイテムくれた人、本当にありがとうね。マジでね、すげえ感動したよ。ポイントも100万だったの、マンスリーポイント。みんなありがとうね。みんな散らばってくんだろうね。まあまあ、集合離散は普通だから。くっついて離れて、くっついて離れてを繰り返すから。うん。まあ、ふわっちがいいサイトになったらまた戻ってくるってだけでしょ。俺はふわっちで踏ん張るから。みんなよろしくね、これからも。うん。俺はふわっちでさ、だいぶ救われたから、俺はこのサイトにまだまだ貢献したいから、苦しい時に支えるっていうのが本物でしょ？都合よく儲かるサイトでやりたいとかじゃなくて、俺は信念があるから。あ、メガホン集めてたやつ俺に投げてくれたの。ありがとう。本当にありがとう。いや、みんなのおかげで本当に42位になれたから。今月も頑張るね。うん。今月も頑張るよ。歌もなかなかいい。花火投げた時にリクエストしてくれたら歌うから。言い過ぎちゃったのかな、ちょっと。いいんだよ、アンチもリスナーさんには違いないんだから。大事なリスナーさんに違いないからさ。ということで皆さんありがとうございました。すごく楽しかったです。今日の話題は、今日の話題は、ふわっちが、ツイキャスがね、投げ銭始めて、ニコ生も投げ銭始めて、まあ、ふわっちに離脱組が出るんじゃないかっていう話題と、僕が昨日の夜ね、面白いなと思った、伝説の92っていう、2007年に起こった面白かった2チャンネルを紹介しました。まあ、あとはね、僕の、普段やってるトレーニング、捨て頃のトレーニング、これはちょっと限定公開というかね、あんまり拡散してほしくないんですけど、僕の、今、どういうコンディションなのかっていうのを、説明させていただきました。ふわっちでね、僕は頑張っていくので、Twitter、ふわっち、YouTube、ぜひフォローしてください。アイテムありがとう。メガホンとハートありがとう。それでは皆さんお疲れ様です。一旦休憩します。また後で。お疲れ様です。ありがとうございました。